どうも、ポトフです。マイクアップオブティーシーズン3のエピソード45となります。はい。皆さん、ツイッターは使われていますでしょうか <laughs> えー、イーロンマスクさんが、えー、買収してからですね、いろいろごたごたごたしておりますが、まあ、新たにメタ社ですね。フェイスブックとかのメタ社がですね、インスタグラムと連携させた SNS、スレッズというものをですね、 7月6日にスタートさせまして。まあ私もですね、当日結構フライング気味にアカウント取りましてですね。結構若い番号を取ってしまったんですが。まあスレッズ、そのあたりもありますが、ツイッターねー。そもそも私ツイッター多分ね、日本で12番目ぐらいなんですよ、アカウント作ったの多分ね。うん で、ちょっと思い入れも結構あるにはあるんですけども、まあ、どんどん壊れていくツイッター。まあ、ただ、最初の頃はね、結構ツイッターもなかなか不安定なツールであったんですけども、ただその不安定ながらに開発者とかがね、まあ、みんながなんか工夫して遊びながら使う、なんかそういうプラットフォームだったような気がするんですが、まあ、だいぶ変わってきたよね、と思いながら、ちょっと とね、もともとのツイッターとの出会いとかですね、ツイッターの話もしたいなと思いつつ、前半ゲストをお迎えしておりまして、高橋はじめさんっていう方なんですけども、ツイッタースペースの方で少しね、お話を少しと言っても1時間半ぐらい <laughs> 話してたんですが、で、その完全版は高橋はじめさんのノートで、えー、あれは有料かな販売されてるのかな えー、されているので、そちらに完全版がございますが、えー、ダイジェストとですね、えー、そもそも高橋はじめさんとはどういう関係かっていう話をね、前半したいなと思っています。ということで、今回はですね、音声配信と SNS みたいな話をしていきたいなと思います。どうぞ。 この番組は気になることや興味のあることを考えて話すことで情報に向かい合い理解を深めていくことを目的としたスローポッドキャストですスローポッドキャストとは食を見直すスローフードのように情報を手軽に扱うのではなく自分で考え自分の声で話しリスナーと共有することで受け取る情報や自ら配信する情報についてじっくりと向かい合い自分の生活をより豊かなものにしていこうというポッドキャストですはい ということで今回はですね、SNS、特に Twitter、そして新たに始まったスレッズなどについて話していきたいなと思っておるんですが、で、その前にですね、Twitter スペースでちょっとこの間コラボしまして、まあもともとはですね、高橋はじめさんからですね、ご無沙汰です、コラボでもします、みたいな Twitter が <laughs> 来てですね、その頃はね、ちょっと、えー、あれ、結局、えー ツイッターと俺、なんてやってんだっけみたいな書き込みに対してのコメントだったと思います。えー、それはですね、まあ、ツイッターがやっぱり、もうちょっとごたごたしてて、自分のなんか望んでいるものとどんどん離れていくなというところがあって、これ、いずれツイッターはどうなるかわかんないなということで、ツイッター以外の SNS を、ね、いろいろ試しています、この,何まあ、この数週間っていうところですかね。 で、まあ、マストドンは昔アカウントを作って、まあ昔はインスタンスも出せてたんですが、えー、ちょっと眠っていたアカウントを呼び起こして、マストドンを再開させてみたりですね。あと、ノストラというね、新しい分散型の SNS に手を出してみたり、まあそっちはもう今あんま使ってないですね。あと、招待制であるブルースカイ、こっちを試してみたりしてて、ブルースカイはね、結構好みではあります。ただ人が少ない。 人が少ないというか、招待制なんですよねあ。招待枠がありますので、えー、まあ、誰でもっていうわけにはいかないんで、まあ、ここまでこの番組を聞いていただいてる方であれば、全然いいんで、あの興味がある方は言ってください。えー、招待枠がね、2週間に1個増える感じなんです。 ね、こっちを使っていたりしながら、ね、ちょっと情報発信をね、ポッドキャストの方も見直しましたけども、SNS もどうしようとかね、ちょっといろいろ思っているとこでの <laughs>、なんでツイッターやってたんだっけっていうのもあってね。はい。で、新たに始まったスレッズ。皆さん使ってますかどうですかえっ、ー、と、4日間で1億ユーザーを突破したということで、なかなかの、まあ、このね、 1>, 1億人を超える、この間あの、ツイッターがですね、えー、なんか投稿制限、え、こで閲覧制限ですかえー、600ツイートを見たら制限がかかるみたいな、600からまあ800とかね、徐々になんか増やしていったりも緩和していったりもしてましたけども、で、まあ有料ユーザーは、ね、ツイッターブルーの入ってる人はその10倍とかなんかそんな感じだったんですけども、まあ、このツイッターブルーの優遇の仕方もちょっとね、 うん尺に触るというかね。かといって自分がツイッターブルーするかというと、そこまでの気持ちはないし。<laughs> なんかそんなこともあるんですけども。ちょっとね、その辺のことのいろいろ思っているところがあり、で、まあコラボしませんかというところで。で、まあ高橋はじめさんも、まあ、ツイッターとか。 Facebook とか、いろいろやられてるのは知っていて、ほんとね、ほんと昔からの知り合いで、なんとなくそう繋がっているので、何をされているのか、なんとなくは知っていながら、直接のやり取りはそんなにしてなかったんですね。だから昔、えー、だからすっごい昔のリアルな仕事でのお客さんだったわけですよ。 で、その人から、ポトフさんって言われるのはすっごい変な感じはあるんですが、ただ、あの、独立した後も、えっ、ー、とね、そのその昔、えー、このポッドキャストなんですけども、音声だけではなく、まあ今も音声も動画もありますが、実は PDF っていうのもポッドキャスト配信できるんですね。で、その昔、電子書籍っていう EPUB 形式の電子書籍っていうのもポッドキャスト配信できた。 時期がありまして、えー、その時にですね、えー、電子書籍の雑誌みたいなのをちょこっと作ってたことがあるんですよ。まあ自主制作みたいな雑誌ですけどね。それに実はあの取材をさせていただいて雑誌用にですね、えー、掲載させていただいたことがあります。その頃に、えー、やり取りをしてて、 ま、なので、あの、ことふというハンドルネームで、え、ウェブ上で活動しているというのは知られているというのはね、認識しておるんですが、なかなかね、直接言われると不思議な感じがするなと思って、皆さんだけど、リアルな仕事で、ま、このポッドキャストを聞いている方は、ポッドキャストを自ら配信している方も、まあまあ割合としてはいるのかなと思いますけども、皆さんリアルな仕事を、 の関係で言ってますかあのー、あのなんかね、仕事の取引先で知っているなっていう人もちらほらいたり、あと自分の会社ではね、まあ、全然隠してるのはいないんですよ。音声配信してますし、みたいな話はしてて、全然隠してないんだけど、かといって聞いてくれっていうことも、 宣伝も全然してないし、あの、聞いた感想を、聞いてるかどうかだから知らないです。ポッドキャストをしてるってことは言ってるけど、それを聞いてるかどうかっていう確認までしてないです。なんかちょっとそれも、まあ恥ずかしい <laughs> っていうのはほら、えー、普段の会社でと、このポッドキャストで話す自分は、やっぱちょっとね、違うキャラではあるんですよ。 そんなにこう、キャラ作りはしてないけども、やっぱね、ちょっと人格としてちょっと違う感じもあるし、えー、なのでね、ちょっと聞かれてると、まあ別に聞かれて困ることは全然話してないんで、全然聞かれてもいいんだけど、なんかこっぱずかしさはあるじゃないですか。で、いやそういう意味じゃ、親とかは聞いてる、まあ親とか聞いてないとは思うんだよ。こういうの明るくないから聞いてないと思うんだけど、まあ聞かれてどうかて、 聞かれても別にいいけども、まあ、自分から確認したり、自分から宣伝とかはしてないですよね。で、その高橋一さんはそれこそ、っ、えー、き仕事関係で知り合った方、えー、私が大学を卒業して最初に就職した広告代理店のお客さんだったんですね。えー、その頃は名古屋音楽大学というですね、名古屋にある音楽大学の。 えー、入試広報の担当の部屋にね、いて、えー、室長かなんかだったと思います。はい。で、その室長でいたんですが、その後私が、えー、転職しまして。まあ、それこそポッドキャストで転職したんですけどね。転職しまして。えー、で、えー、まあ、転職して、一回東京の会社に行ったんですよね。で、えー、名古屋オフィスを任されて名古屋オフィスにいたりしました。その後、 独立しましてですね。はい。名古屋で Web 制作とか、Podcast 制作とかね、しておりましたが、その時に、えー、EPUB の電子書籍をポッドキャスト配信するということもですね、している中で、えー、なんか、いろんな人に取材したいなぁと思った時に、その高橋さんがですね、名古屋音楽大学の学長になったというニュースを見ましてですね、 学長と思って、かなり驚きましてですね。というのもですね、えー、名古屋音楽大学です音楽大学ですよ。けど、高橋さんは、まあ、ま、えー、入試広報センターからの出張はしていながらも、授業もしてたんですね。で、あの専門が政治学だったんですよ。 で、この政治学を専門されていながら、音楽大学の学長というのもですね、なかなかない、珍しいんですけども、しかも46歳という年齢も、学長としてはすごく若いのと、あと教授なくて、准教授っていう確か立場だったんですよ、なった時はね。その後、教授にはなられてはいますけども、その辺もね、なんでだろうというところも思い、 えー、まあ、以前から、昔からね、あの、お世話になった方でもあったので、お話ししたいなと思って取材させていただいたら、心よく快楽いただきまして、お話しさせていただくことができたみたいな感じはあったんですね。で、その後ですね、えー、学長をですね、えー、6年勤めて退任しまして、その後、札幌大谷大学に学長として就任というニュースを見ましてですね、え、札幌行っちゃうんだと思って、 で、えー、札幌2017年から札幌大谷大学で学長されまして、はい。で、えー、今はですね、もう学長を辞められて、えっ、ー、と、なぜか民泊をしているっていうのをね <laughs>、Facebook とかでは見てはいたんですけども、まあ、なので、SNS についてちょっとどうやってやってこうかな、なんで Twitter やってんだっけっていうところでコラボしませんかといただきましたけど、あ、純粋に高橋さんと話したいみたいな <laughs> 感じがあって話しました。で、えー、その中の話はですね、まあ、やっぱりあの、音声配信とか SN、SNS の話とかね、えー、したりもしつつだったんですけども、まあ、定期的になんかこういうお話し,しようよっていうところで終わってますね。またちょっとそういう機会はあるかなと思いますが、えー、そんなところなんですね。で、まあまあ、その、広告代理店で、えー 橋さんまあ実はですねまあ何度か飲みにも一緒に行ったりさせていただいてえー、なんかむちゃくちゃ大阪の出張の時にね一緒に飲んでね俺むちゃくちゃ飲んだ覚えがあるんだよなで自分あんまり顔色変わらないんであの飲んでてまあまあ弱くはないんだけど顔が赤くなる前に青くなるんで周りからもあこいつやべえなっていうのが分かりづらい。 <laughs> だからね、で自分でもわからないんで飲んじゃうんだけど、高橋さんも顔色変えずにね、どんなんかね、どんどん飲むんだよね。で、結構ね、あの、うんと、ニコニコされてる感じのイメージで <laughs>、結構や、や物柔らかなイメージなんですけども、けどね、やっぱね、あもう失礼な言い方かもしれないけど、すんげえ頭がいい人だなと思ってはいて、 で、代理店の時にね、まあ、まあ、こちらまあ、営業としてね、まだまだその時若かったんで、テーペイの営業ですが、えー、お邪魔させていただいて、えー、なかなかね、この人に、こいつ使えねえなって思われたらおしまいだなっていう、なんかそんな感じがあって、いつもなんか結構緊張感はありながら、けどね、話がむちゃくちゃ面白いんですよ。はい、すごいキレる方なので、いろんな話を、 まあ、飲みの席も含め、普通の、営業活動の時もですね、いろいろお話を聞いて、まあ、こっちは、そうしては営業なんでね、まあ、売り込みに行かなきゃいけない部分もありながらも、結構いろんな話で刺激を受ける部分があってですね。変な話、あの、営業をしていると、自分の成長って、まあ、会社の中でね、自分の会社の中で、まあ、いい、 上司とかに当たればいいんでしょうけど、そうしたらね、もう自分の会社の中で成長する機会とかあるんでしょうけど、まああまりそのところはね、えー、別にないってことはないけど、どちらかというと、えー、外のお客さんから学ぶことってすごく多くって、なので、まあそういう方がね、うん何人かいました。その何人かいる中でも高橋さんは結構筆頭で、結構ね、あの、まあ、 言ったことはないですけども、結構影響を受けましたね。考え方もですけども、仕事の仕方とかね、あの、まあ、なんか、メンターとまではいかないまでも、えー、結構、あの、いや、なんか、影響を受けました、ね。社会人として影響を受けましたね。うん。で、えー、高橋さんはですね、まあ、じゅん、まあ、当時の2010年の、まあ、ちょっと記事にあった、中日新聞の記事。 この抜粋からちょっと紹介した方が分かりやすいかなと思います、えー。2010年の3月3日の中日新聞の記事ですね。名古屋音楽大学学長高橋氏が就任。准教授からは異例。名古屋音楽大学の第8代学長に、准教授の政治学者高橋め氏46歳が9日付で就任する。 昨年11月の学長選挙で学内ナンバー2の音楽学部長を大差で破り、運営母体の同胞学園理事会で承認された。准教授のままの学長就任は異例で32人いる専任教員の中では4番目の若さ。高橋氏は6年がかりで進めてきたキャンパスの新築改修が完了した授業内容。 人心も一新して時代が求める音楽人を育てたいと抱負を悲したと。で、同大学は名古屋音楽短大を前身に1965年に開学中部圏で最も歴史がある音楽大学で卒業生約8000人の中からプロのオーケストラなどで活躍する演奏家を輩出してきた。しかし、少子化、不況が響き、入学定員180人割れが7年連続し、 次第、冬の時代の生き残りを音楽畑以外の出身者の手腕に託した形だ。高橋氏は東京都出身、名古屋大学法学部大学院を経て明大助手に、1996年から名古屋音楽大専任講師、2002年から准教授、一般教養の政治学を担当していたというような記事がありました。まあこれを見ていただいても、なかなか異例で学長になったということで。で、 いや、もう、学長らしくないところもあってですね。まあ、それこそ、まあ、あの、一緒に対談した時に話してたんですけども、SNS とかですね、結構使っていて、で、学生とかともね、結構コミュニケーション取ったりとして、学長なんですけど、学生からも結構気楽に声をかけられていたりの、いうのを見てね、なかなか面白いなと思いましたけど、まあ、その後ですね、えー、名古屋音楽大学の学長を辞められてから、 札幌大学とその後のね、あんまりね、うん、となんとなくは Facebook で見てたけど、話す機会とかもなかったんで、まあその辺も知らなかったんで、ちょっとその話を聞きました。で、えー、名古屋音楽大学での話とか、えー、札幌大谷大学での話、えー、と、当日の Twitter スペースではね、結構際どい話もしてたんで、そこはちょっとカットして、 その音源はね、あの、高橋さんのノートの方で、えー、聞けるんですけども、えー、ここではちょっとその、うん、あの、大学での話はちょっとカット気味です。<laughs> ちょっと際どい部分もあるかなと思って。あの、気になる方はそっちのノートの方、購入いただいてください。で、えー、まあ、とりあえず、えー、どんな話をしたかというと、まあ、なんだろうな。本当に久々だったんで、えー ちょっと探り探りの部分もあるので、また今度ね、えー、SNS についてはちょっとスレッズが始まる前だったんで、ちょっとスレッズの話もねで、今度したいなっていうのと、えー、実はこの中でね、あの音声配信、まあ、高橋さんもね、昔、インターネットラジオやっていた、少し知らなかったんですけど、ね、インターネットラジオやりつつ、その札幌に行ってからですね、コミュニティ FM でね、話されていると、番組を持っているっていうのが。 それまでなんとなく見ててお、なんかラジオやってんだと思って、番組を持っていって、で、えー、まあ、それは一旦やめたみたいなんですけども、で、今、音声配信っていうのは、まあ、特にね、あの、スタンド F もやってたりとかですね、で、ツイッタースペースも定期的にやるようにしているという中で、実はこの、ここで私、ポッドキャストやってるんで、その話もちょっとしてたんですけど、終わってですよ、次の週ですよ、 えー、spotify for p o d c a s t e r で、podcast 始めましてですね。<laughs> 早いなと思って。まあ、そのフットワークの軽さが魅力でもあるとは思うんですけど、まあ、そんなこともあったので、ちょっと話したい内容またね、出てくると思いますので、またちょっとそれはね、次の機会にというところはありますが、とりあえず、あのー、ダイジェストには何も、ダイジェストって,ってまあまあ流してます。えー、一回聞いていただきましょう。どうぞ。 ごてますはいこちらこそ今金曜日に月に2回やってたんですかあのまだ始めたばっかりで4回しかやってない、ね、ああああそうなんです、ね、2>, 2ヶ月しかうん、うん、あのもともとコミュニティ FM ちょっとだけ月やらせてもらってて、うんええ、でそっちの方はもうやめてあ,あ,あそうなんですね うん、あの通うのもめんどくさいのと、あとは2時間しゃべってたんだけど、<laughs> はい、なんだろうね、次の展開ないので。ああ、なるほど。うん、まあだったら、とりあえずネットで、ラジオも今簡単にできるし、月二回やってみようかなってことで始めたところ。<laughs> スタンド FM で配信してる感じですか <laughs> あのね まあ今僕ノートをメインにやってるんだけどもそこでやっぱり文字だけだと寂しいというかつまんないというかこう膨らみが出てこないのでやっぱり音声あとできれば映像もいずれはと思ってるんだけどまず音声を声をくっつけようと思ってでそれでちょっと4分程度の録音をして それを付録っていう形でつけて、うん、そこから始めたんだけどそれだけじゃつまんないので <laughs> まあコミュニティ FM やめるのと合わせて <laughs> まあこっちで、まあ、30分程度なんだけど月2回 1>、はい 2> うん、第1第3金曜日。うんうん で、コミュニテ FM は第4金曜日にやってたので、金曜日がちょうどいいやっていうのと、で、そしたら今度、第5金曜日があ, <laughs>、はい、ある月は、3週間空くとこっちもペースがおかしくなるんで、第5金曜日を今回初めてなんだけど <laughs> はははで、番外編だからちょっといつもと違う感じで。うんうん、あそうう、か、今回初初めめててなんですねそ<う> だからまあゲストでも呼んでみてと思ったところでねっ、まえー、ポ,ポトフさんが引っかかったと <laughs> すごく高橋先生からポトフさんに言われるとすごい変な感じです <laughs> あ,あそうですか、はい、あの先生つけなくていいのですあ,あそうです <laughs> でも癖です <laughs> <laughs>、まあ、ポトフさんはいありがとうございます、まあ、ポトフさんで言った方がいいんでしょ <laughs> 全然本名も出してるんですけどで、ね、あ,あそうなんだそうなん,そうなんだもうないあそうなんだ <laughs> じゃあ、時々ポロッと本名出,出てもいいわけね。全然出ても大丈夫です。あそうなんだ。了解、はい、一 <laughs> 回。とにかくあの、ポッドキャスト含めて昔から、はい、やってました。いっぱいやってるから、はいうん、なんでこんなに続いてんだろうと思いながら。<laughs> <laughs> けど、高橋さんも昔や,やってたんですね、少し。<laughs> あ、インターネットラジオええ、インターネットラジオ。うん。ちょうど。 もうだいぶ前、2006年ぐらいになるんだけど、はいはい。だから、だからまだ。そうですね。うん、ポッドキャストが出始めの頃に近いと思いますけど。そうそうそう。だから、ポッドキャストもまだなかったと思うんだよね <laughs>、うん。ちょうど始まった、始まる、始まらないぐらいの。ぐらいだといはいはいはい、うん。で、その時にたまたま僕、チャットばっかりやってたんだけど、<laughs> うん。で、チャットやってるうちにだんだんそれが音声チャット、ビデオチャット。ああ、なるほど。展開してった時に、<laughs> そこでたまたま知り合った人が、うん、ネットラジオをやらないって言われて<ー>でいろいろこう手ほどきをしてくれてマイクを2本挿して <laughs> なこのなんていうのミキサーじゃなくてなんていうの簡単簡単なやつねこれを買いなさいって言われて買ってはははでそれでつないで <laughs> 徹底をいろいろネットとか全部やって。<laughs> それでインターネットラジオ1年半ぐらいやったかな。年そうなんですね。うん。そうそう、中毒みたいにやってた。<laughs> うん、その頃に比べたら簡単になりましたよね。<laughs> もう簡単どころの騒ぎじゃなくて、ボタン一つでス,ッスマホ一本でできちゃうわけ。いや、本当スマホだけでできちゃいますもんね。うん昔は本当大変だったね。<laughs> まあそれが面白いとこでもあったんですけどね。<laughs> うん、そう,そうそうそう。 まあ、その話で言うと結局僕の場合インターネットがまだない時からパソコン始まってるんでああはいはいはい <laughs> だからインターネットがオープンになって、はい、でちょうどその時にパソコン買って <laughs> で最初の作業はウェブページを見るという作業で <laughs> これに丸2日に48時間ぐらいかかる。<laughs> つなるぐ,まぐまでに。なかなか見れなかったんですね。<laughs> そうそうそう。今はこれがもうスマホ買ってきたらすぐつながっちゃうでしょ。<laughs> えあ昔からじゃ好きだったんですか、こういうのは。好きというよりも、えー、っと、これはあのノートの記事にも実は SNS 遍歴っていうとで書いたんだけど、やっぱり僕の世代はちょうどワープロ、大学に入ったときにワープロが始まって、 で僕の1個2個上はみんな手書きで修士論文とか書いてたのマスター論文ね。はいはい修士論文。僕の世代と、まあ、僕の1個上の先輩ぐらいからワープロに切り替わっててその勢いでやってるうちにパソコンがいわゆる Windows 僕は3.1から始まってるんだけども Windows の3.1が出て それがでも95出るまで待ちきれなくて95にバージョンアップしますよっていうのは1年ぐらい前から始まったんだよね多分ねバージョンアップアップグレード付きっていうのが売り出されてで3.1の多分富士通のノートパソコンの一番最初のやつを買ったと思うんだよねえけど高橋さん最近本当にノートを 中心にやられ始めてますよ、ね、そうそうそういろいろ記事も結構書かれてて、うん、そうそうなんかきっかけがあったんですかきっかけはまあねずっとその僕はあのね大学に今今無職なんだけど結局、まあ、大学で学長やってた時は、ええ 結局、よく足掛け12年ぐらいやってたんだけど、その時は結局、ブログええー、ね、やられてましたよね。もうブログに毎日書くというのが一つの業務になって。うん、ああ、業務として。うん。まあ、業務と趣味と兼ねてたけどね。<laughs> はい、でそれを、結局、ちょうど僕が学長になった時に、<laughs> ツイッターが日本でブレイクし始めた。ああ、そうか、その頃になるのか。うん、2010年なんだけどね。はい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 。 でそ,のそれから半年か1年遅れてれ、ね、Facebook に予約品になで、これはもう仕事として使うしかないと思ったわけ。これはもう Twitter と Facebook は絶対使えると思ったわけ、情報発信。で、ブログメインにして、その情報を全部 Twitter、Facebook で配信していって、うんうん、で、回、まあ、していって、いわゆる大学の広報をしていって、はい、もう。 まあ、卒業生にもアピールする、在学生にもアピールする、保護者にもアピールする、世の中にもアピールするっていうね、うん、それをとにかく目一杯やった、多分日本で一番やったと思うんだけど、はい <laughs> はい、すごくやられてるのは覚えてます、学生とかとも、ね、交流しながらやってたなと思ってますけど。そうそうそうだから 間違いなく SNS を一番使いこなした大学の学長ではあるんですそうですね学長でそうですね <laughs> 使ってたっていう意味ではそうですね、うん、<laughs> それで放送大学の学長さんがやっぱりコンピューターが専門だったのであの人も一生懸命やっててああそうなん、うん、でそれで知り合って一緒に <laughs> オフ会とかやったりしてそ,そうあん,、ねうん。そうそうそう楽しかったけど、えー、<laughs> うん まあそれはそれで,で、それで一応2年前に学長も辞めて、大学も辞めて、はい、でちょっともう SNS 発信もやる気がなくて。<laughs> あそうなんですか <laughs>、うん、というよりも、もう一体化してたわけね、僕にとっては。フェイスブックもツイッターもブログも全部、学長という仕事と一体化しちゃってたんで、そうすると、何発信するかっていう。あそうか、そういうところかな <laughs> で、それとにかく2年間、ブランク、うん、ほぼね。だけど、よく考えると、学長やる前もブログやってたのね。あはいはいはい、うん。で、インターネットラジオもやってたでしょ。はいえー、で、SNS とかチャットもやってたじゃないうん,う,んうん。t もやってたし。うんうん、だから、その部分はその部分でずっと持ってたわけで。それがまあ、ちょっとそういう血が騒いできた部分と。うんうんうん まあこのまま隠居してもしょうがない。<laughs> なるほど。なんか発信しなきゃなっていうのと、うんうん、であとはまあ今年で還暦迎えるんだけど、えー、まあせいぜい、ね、発信できるのもあと10年ぐらいだと思うと<ー>、うん、なんかやっぱり残していこうかなと思った時に、一番いいツールがノート。うん、で、ノートメインにして。 さすがにフェイスブックとツイッターちょっとねやっぱりそうですね残すっていう意味だとちょっとあれですね違う気がしますね、うん、残,残らないし、うん、あとはやっぱりちょっとなんていうのかなちゃやっぱりちょっと一時のイケアもうないしあ,あそうですねないですねうんみんな見てない人も多いし まあ、こうそこをメインにはできないし、うん、今更ブログってわけにもいかない。<laughs> い、かないですね <laughs>。そしたら、やっぱりノート<笑><笑><笑>これが一番いいぞと。なるほど。<laughs> うんど。どうですかま,まだ始めたばかりで。えっと、ちゃんと始めたのが1月末なで。そうですよね、今年ですよね。<laughs> うん。あの、これは要するに還暦の年だっていうことで、正月に。<laughs> うん,うん,うん、うん まあちょっとやり始めるかと思って、で1月末から始めて <laughs>、はいで、結局これで丸5ヶ月になりました。面白いですね。コミュニティじゃないか、まうん、定期購読マガジンとかいろいろ使いこなしてるなと思いながら。これはもう僕の場合の音はだからオンラインサロン。 メンバーシップっていう機能があるんだけど、えー、まあとにかくそれをメインでやろうと決めてうん、うん、で,でそのサロンに入るって人もいるんだけどもうん、うん、やっぱり記事だけ読みたいって人もいるじゃょうね、えー、でそれが定期購読マガジンで。<laughs> で今今度は単発のマガジンも作り始めて。はいはいはい、うんあ。記事ごとにですよね。記事ごとは最初からやってたんだけど、今はその過去の記事をこう<ー>まとめ売りああ、そういうのもあれできるんだ。それを始めたの。へぇ<ー>。ってないけど。で、それをだからメインに置いて。うんうん、でそ、そうすればそこで。 もう人数はあんまり考えてなくて、<お>本当にちゃんと読んでくれる人だけあればいいと思ってて、そこをメインに、とにかく書きたいこと書いて、まあ、やってるうちにまあ広がるだろうと思って、初期投資というか、あまあ、そうですよね、最初、最初のは、うん。とにかく書きまくる。<laughs> いずれ読者はついてくると勝手に思って。<laughs> うん、でそれをの情報をもう うんざりするるぐらいツイイッッターととフェイスブックで流してると <laughs> なんかそうまあ北海道の方に行ってから、うん、なんとなくしか終えてなかったんですけども気づいたら知らないうちにやめられてると思ってそう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 で急に情報発信が増えたんでびっくりしてましたああそうだね今年から <laughs> いきなりまあみんなびっくりしてると思うんだけど。<laughs> しか、うん、も何始めたんだかよくわかんないっていうね。でただそれだけじゃ面白くないのでやっぱり声音声配信をもうちょっと、うん、もうちょっと膨らましたい。で、まあ、Twitter スペースとあれあの スタンド FM に載せてるのはあれですかツイッタースペースのやつを載せてるんですかツイッタースペースで録音したやつをダウンロードしてははははでそれを、えー、ノートとスタンド FM 両方載っけてのあそうかノートにも載ってましたっけそうかそうかそうか、うん、そうはははでそれはノートだけじゃやっぱり聞く人少ないだろうと思ってポッドキャストでもよかったんだけどとりあえずスタンド FM が一番手ごろだったので スタンド FM からポッドキャストもできるんですけどね。できる。えー、無料のやつはできる。そうですね。あ、そうか、そうか。無料のやつだけですね、あれは。そうですね。で、まあ、スタンド FM 入れてあるのは何でかっていうと、とりあえず今は有料配信しかやってないんだけど、うん、まあ、誰も買ってくれてないけども、うん、まあ、とりあえず送っていて、はい。で、いずれ無料の音声配信と思ったときに、それノートでやっても意味ないんで。そうですね。 で、まずスタンド FM から。ああ、そうか、そうか、そうか。t w i t スペースでやっててもしょうがないなと思うんで。そうですね、残らないですしね。残らない。残らないっていうのが一番問題であ<ー>、うん。そうするとやっぱりスタンド FM が、とりあえず手頃。で、無料配信もすれば、ポッドキャスト展開もできる。はい,はい。だからそれをメインに置いときゃいいのかなと。なるほど。 あ,けどけどあのー、コミュニティ FM 三角山放送局でしたっけはいはいはいあそこでは一人じゃなくて誰か見えたんですよね一緒あいやあれは基本一人でやったそこも一人だったんですかうんあ<ー>あ<の>そうなんだ、うん、ゲスト呼んでやるパターンもありだったんだけど結局ゲストは23、ええ、回しか呼んでなくてあそうなんですね、うん、結局はまるっと2時間生放送で一人で喋ってたああ<ー>うん その時は、まだ学長やられてる時ですよね。うん、や,やってる時に声かかって。そうですよね。うん、っていうか、札幌に来て、うん、えっと、なぜか札幌来る前から話題になってて。うん、え、そうなんですか。えっとうん、で、三角山放送局の、えー、一番トップだった方が、えー、すごい SNS で僕のこと知って、すごい面白い人が札幌に来るっつって。 で結構札幌では話題だったのよ、僕、あの面白い人が名古屋から来るらしいっつって。えー、そうなんですかうん、そうなの、そうなの。<laughs> でそれで、えっと、でそれで、まあい、いろんなつながりはできたんだけども、<ー>その、角山もその一つで、ご<ー>、まあご挨拶に来てくれて、で一度ゲストで出て,てくださいって言われて、最初はそういう形で、うん。で、9月頃にゲストで出てて、 そ,したらその後じゃあお礼も兼ねて食事でもって言ってるってレギュラーやってくださいって言って<おー> <laughs> <laughs> かりましたそつって12月からじゃあ、うん、結構早い段階からそういう話が動いてたんですね動いてたっていうかだからまあ実際に興味持たれてあってそ、うん、したらやっぱり面白いって話になってでもだから狙いつけられてたところあるわけですね 12月からだからだから4月に来て12月だから、ねうん、8か月ぐらいかはい,は,いは,いはい。でねでそれでやらせてもらって月1回 1> ああそういう、うん、えそうか行く前から知ってもらってたんですね面白い知らっていうかあのだからやっぱり SN SNS でつながりができてくるでしょ、うんまあ、そういうことですよねでこっちの札幌大谷っていうのはそこそこ札幌市内では有名だったりするああ でそこになんか来るらしいという話になって、うん、でみんな SNS とかで見る人がいてなんかなんか,なんか面白いことだぞって言われて来た <laughs> <laughs> なるほど名古屋音大音大はだけど結20年ぐらいいましたよね、うん、音大は21年21年でしたねははい、うんはいそうですよねでまあ学長にな からは16年年年かかかららだ学長は6年間やってそうですよねで学長辞めてから1年間はいたんだけど<ー>札幌から声がかかっちゃって勘弁してくれと思ったんだけどびっくりしましたけどね <laughs> いや僕もびっくりしたけど <laughs> <laughs>、まあ、確かに音楽学科芸術学科の音楽科がありますもんねそう,そうなの私学ではここだけなんだよね おあそうなんですね、うん、だから貴重なのよだけどなんだろうはた、まあ、から見ててちょっとまあどこの私学もそうなんだけど、ええ、日本の問題みんなそういうとこあるんだけどははもう首の皮一枚残ってないよっつって僕言って「ああまあまあまあ <laughs> どうすんの?」っつって「やだよ」っつって。<は> <laughs> いやー僕行っても無理かもしんないよってまあだけど一応首の皮はつないで動脈3本つないだとこまではやったなるほど延命手術そうだよなーいやーけどねラジオをやられてた三角山放送局やられてたの知ってたんで うん、だこっちからまあ多分頑張れば聞けたんでしょうけど聞いたことなかったなっはい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 スタンド F、M、でも,もうちょっと一通り聞きましたけど、うん、ああ本当ええー、まああれは今はノートであったことしか書いてないので、ねえー、あ言ってないのでね、えー、もちょっと内容濃いやつをちょっとこの番外編も皮切りにしながら <laughs> なんかこう少しやってもいいのかなと。<laughs> うんうん そうですね。うん。思ってんだ、ちょっととんがったやつを。うん、あの、そっちの方が期待してます。<laughs> ね。はい。で、ちょっと聞きかわったのが、はい、やっぱり、ポッドキャストとか、他の音声配信、えー、実際やっててどうなのかなっていうあたりよ。いやー、なんで、私もや,ったやり始めた頃は、本当に全然誰も知らない時だったんで。はいはいで 代理店やってただけに全然こんなの媒体としてダメだとは思っていながらやってたんで、うん、だから本当この12年ですよね急に <laughs> なんか周りが言い出したのはああやっぱりそうなんだねええー、でようやくその広告とかの話もやっとスタートラインに立ったかなっていうぐらいだとは思います、うん、あそれはえー、っとポッドキャストの話はいポッドキャストで えっとそのポッドキャストに広告つけて配信する仕事まあ会社がいてああそれこそ今年1月2月それぐらいからちょっとやり取りをしていてちょっと試しにいくつかやってああようやく収入が、まあ、月に数千円ですけど出てくる感じがなったんでああなるほど前だったらそんなこと全然なかったんでああようやくスタートかなっていう感じですああそうなんだええー そうすると、じゃあ、ポッドキャスト自体、やっぱりこう、まあ、マイナーなユーザーはたくさんいた、され、ええ、けども、ええ、やっぱりコロナに入って、うん、ええこういう音声とか聞く人がちょっと出てきて、そうですね。そういう意味で音声配信は一つちょっと今、ブレイクしつつあるという。そうですまあ、ブレイクしつつあるというか、なんでしょう。今までテキストと動画ばかりで、な、うん何でしょう。 手つかずだったっていう感じがありますね。あ、なるほど。はい。まあ、ま、ここ誰もちゃんと使ってないじゃんっていうところが見つかった感じがあるあので。これ、僕の感覚で言うと、<laughs> はい。多分、まあ、いわゆる Facebook、Twitter 系の SNS、ええ、まあ、日本ではその前に Mixi があった、ね、あ,あ、ありましたね。はい。で、その前にパソコン通信あったんだけど、ね。うんうん、まあ、あと、 いろんな掲示板とかもあったんだけども、うん、で一方で、そういう音声配信っていうのも、うん、こう一つ流れとしてはね、はい、ここ20年ぐらいあったことはあったんだけど、はい、でもう一個出てきたのが、いわゆる TikTok や、うん、YouTube から始まって TikTok、はい、で、今はインスタも結局動画配信で,でやってみて思ったのは YouTube はやっぱり根強く、うん、動画配信サイトとしてはもうやっぱり一番のメインストリームなんだけど何、うんはい、て言うかなやっぱ動画見るのにちょっと飽きつつあってでショートが流行ってるじゃないはい短いはいい、うん、でインスタもそうなっちゃったし、うん、YouTube も始めたでしょう、はい、でところが なんていうのかなショートはショートで、やっぱりちょっと文化が違うんだよね。こう、一瞬見て、うん、なんだ、捨てていくみたいな。はい、<laughs> で、結局、受け狙いのやつがよく見られてって、うん、内容あレースだと、やっぱユ YouTube しかないみたいな。そ、はい、うですね。ところが YouTube だと、 ずっと見てなきゃいけない。そうなんですよね。ながらができない。うん、うんうんで。やっぱりながらができるというさ。うん,う,んうん。音声配信。はいはい。で、結構今だから、何かやりながらは音声聞くみたいなのが、意外とスタイルになって、うんうん、まあ、ニーズが出てきてるのかなと。まあ、ただ、その、新企画とかやっぱ苦手で。 新規獲得みたいな。新規獲得いか。はい、でいくと、やっぱテキストはテキ検索性がありますし、ああなるほど動画はやっぱりインパクトはあるといえばあるので、短い時間での。わかるわかる。だから、ポッドキャストとか音声配信だけやってると、やっぱそれだけでもダメで、うまくテキストとかショート動画とかも使わないとダメなんだなっていうふうには、ちょっと思ってますけどねああ。なるほど。音声配信だけだと広がらないってことかえー、えー どっちかというと、もうファン、ファン化させていくことと、まあ、時間をかけて関係を深めていくのは得意ですけど、ああ新しい人にリーチするには、やっぱり弱いは弱いかなと思います。あ,あ,あ,あ、そりゃそうだろうね。そういう意味じゃノートと組み合わせてとかいう方がいいとは思うんですよ、ね、なるほど、なるほど。多分僕思うのは、結局ラジオってはも昔からそうなんだけど、やっぱりファンがついて、固定リスナーがついてっていう。うんうん、ええ。 ものじゃないそれ見つけたらもうそればっかり聞いちゃうわけでなかなか他広げようっていうでまた結局聞かないとわかんないからそうです、ね、広がりにくいんだよねしかも一回聞いただけじゃなかなかわかんなかったりするんでわかんないわかんないんない <laughs> でそうするとやっぱり今言われたように、うん、ショート動画とかリールとか。えー 組み合わせるのと,思うとやっぱ文字だよねそうですね。やっぱり検索はされるので。うん、そうすると、まあ、Facebook、Twitter ってもあるんだけど、それだとやっぱり広がりきらない感じがする。やっぱ中身伝えなきゃいけないので。そうですね。でそれで今、ノートっとね。やっぱり僕はノートにいろんな記事も書きながら、音声配信もしていくことで。 と音声の方も伝わっていく可能性が。で、だからノートメインで Twitter、Facebook はもう僕は拡散用にしか使ってない。うん,う,んうん、そうですよね。はい、拡散ツールでしかない。うん。まあ、けど本来そういう使い方な気がしますしね。うん。うん、で、昔僕ブログメインで Twitter、ええ、基本拡散ツールで。そうですよね。ブログがあってですよね。 みんな、フェイスブック、ツイッターからブログを見に行く。そうですよね。だから、軸が他にないと、ツイッター、フェイスブックは軸になりえない感じはありますね。まあ、なりにくいね。ええ。やれてる人もいるけど、それはそれなりの発信力持ってないと。そうですね。ついやね。はい。なんか、まあ、タレントだったり、まあ、それもだから、別に軸があるんですよね。タレントみたいな感じで。そう、軸を持ってる人が、うん。 使ってるから拡散できるという、ねそ。そんな気はします確かに。二宮和也くんがみ、うんなおはようっつったら数十万人がいいねすっていうのは <laughs>、はい、二宮和也だからね。そういう<ぼ>僕がみんなおはようってやったって、ね、うう数十万人は使わない。そうですね。全数十万人は使わないですね。<laughs> 内容じゃない。いや<何>そうなんですよね。うん 結局だから内容、ラジオもそうだし、うん、音泉街もそうだし、うん、文字情報もそうなの内容で勝負しなきゃいけないので、うん、そうすると、その時に一番いいツールがノートなんで、うんうんうん、で、まあ、コンテンツを少しためていって、ためていく。はい、そうすると、えー、Facebook、Twitter だと常にこう更新して、はいで、インスタのリール動画もそうなんだよね、常に更新していかないと。<laughs> そうですね 続かないんだけどそんな、うん、の嫌だしところがノートはストックできるわけだよね <laughs>、うん、でストックした過去記事もまた読まれていくんだよね、うん、かかっ引っかかった人って変だけど、うん、その注目してくれた人がそこを深読みしてくれるわけだよね <laughs> ラジオもそうだと思うんだけど <laughs> さっき言った新規獲得難しいっていう話で、うん、言うと 例えば今は、ね、AI とかいろいろやってくれるんだけどその文字も全部こう文字起こし,したああそうなんですねでもやっぱり簡潔の何百字版がないと難しいような気がするんだよねうんうん、うん、そうですね、まあ、話し言葉と書き言葉違うんでうまたまとまらないので話し言葉だとそう,そうするとやっぱりこうラジオとか デッショート動画が流行るってやっぱりそういうとこあってね、短時間でわかるというエッセンスがね。で、とラジオってやっぱり10分、20分、30分、40分、1時間聞かないとわからない。うん、そうですね。で、時間奪われるわけじゃない。<laughs> はいそ。そこまで聞こうって言ったら、ある程度、なんだ深、深い付き合いにならないという。で、その入り口がないという。うん、で、その時にやっぱり文字で簡潔にこう。 行くというね。そうですね。うん。こうだらちょっと伝えた上でじゃないと聞いてもらえないですもんね。だと思うんだよね、えー。それは実感します。は <laughs> 実感してますで結局僕だってまあまだやり始めてあれだけど、なんだろう。結局ノートに書いてで喋ったことを一応よね目次みたいな感じで書くわけだけど。えー 結局、でもちゃんと最後まで聞いて、まあ有料配信してるせいもあるんだけど、うん、最後まで聞くって人はほとんどいないわけよね。まあオンラインサロンに参加してる人は聞いてるんだろうけども、うん、意外な人でわざわざ聞こうって人はやっぱりなかなかいないね、うんうん。まあ、無料でやったらどうなるかはかんないけど。そうですね。うん どどっかかのタイミングでで試ししてももいいいれないですけど、うん、一応ちょっと感触としてあるのはこのツイッタースペースで一、うんまあ、人公開録音をした後はい、はい、その時はリスナーつかないんだけど、えー、あと録音が残るじゃないか、ねはい、でそれを1日2日放置してるとその間に聞く人は一応、うんまあ、最後まで聞いてるかどうか別として数十人ぐらいは出る。 だからまあ聞いてなくはないんだろう,んうん、うん。無料なら聞くんだろうなとかね。うん,うんうんうん。いろいろ思うんだけど。うんうん,、うん、うん。まあ今はわざと有料配信にして、まあ聞かなくてもいいやと思ってるけど、<laughs> オンラインサロン参加した人と定期購読の人だけ聞きゃいいやと、まあ数人しかいないんだけど、ええそれでいいやと思ってわざとやってるんね。 そうですね最初に全部無料にしちゃうとそこから切り替えるの大変ですからねそうなのそうなのだからもう最初はもう全部まあこれ悩んだんだノートの配信も最初は有料記事とかじゃなくて無料記事でやってたんだけど、えー、やっぱり違うなとこれは基本有料にすべきだな基本有料にしてこれは読んでほしいっていうかもうなんだ広げるためだっていうのは無料でするはいはいはい やっぱこっちが正しいなっていうふうに思うようになったのねはいはいはい確かに確かに、うん、ただもうその辺はそれで行、うん、こうかなと真面目に思ってる <laughs> いや確かにそうだと思います無料で全部やっちゃうともうそこからスイッチするのは難しくなるのでどこまで頑張らなきゃいけないんだろうって感じになっちゃうと思うんですよね <laughs> そうなんだよね。でそれはもう続かないし逆にこれは実はノートの記事であの音大生は無料で演奏,演奏しちゃいけないって記事書いたんだけどで,で僕も一応その無料で書かないぞという宣言のそこで書けたけどもでその理由も書いてるわけだよね。なぜ 無料無償で演奏しちゃいけないのかと僕もだから無償では文章は基本的には書かないよとい原則はやっぱり対価を求めるというれがやっぱり正常な姿だというねそうですよねなんか昔からそのようなことはおっしゃってたような気がするなそうだっけ無料で演奏する演奏していけない、はい、そう,そうそれはやっぱり そうなんだよね。そこは、じゃないと続かないんだよね、うんあ。こういう文化が死滅しちゃうというか、うん、存続できない、存続不能になっちゃうんで。音楽やってる人はそういうのが下手だみたいなことも確か言ってたような気がする。ああ、言ってたね、当時。<laughs> ちょうどその時のタイミングなもん。あの頃はやっぱり音大生にお金払って演奏させ それとかなかったからね。ああそうですよね。うん、だそれをちゃんと作っていくっていう作業は結構真面目にやったな僕は。だからなんかこの、まあ、サブスクリプション、まあはい、なんか日本って、うん、チップの文化がちゃんとないんで。ない、ね。なんかそう なかなかこうやってくれたことに対して払うっていうのが感覚としては薄いような気はするんですけどね。チップ、それから寄付、うん、寄付とかも弱いですよね。弱いで例えば海外行って、うんえー、演奏して回ってくるじゃない、はい、音楽家とかが、えーうん。日本人はあんまり払わない。あやっぱそううなんんですよね <laughs>、うん まあ、それ、いい割りっていうよりはそ、まあ、そういうふうに育ってないからっていうのもあるとは思うんですけど。うん、文化がないんだよね、うん。それがこういうところにはちょっと、なんか影響はしてるような気がするんですけどね。やっぱ僕はあるような気がする、ね。ああ、そうですよね。うん、今だから結構投げ銭システムとかさ。まあ、出ては来てる、ね。出ては来ましたね。YouTube とかでもなんか出ては来てますからね。うん、まあ、これは広げていくしかないんじゃないだから。確かに。うん。まあ、ノートで今一生懸命。うん。 やってるのもそういうのを広げるという意味も含めてやってる時はあるんだよね。うんうん、投げ銭とか、まあ、YouTube とか TikTok であるんで、うん、逆に若い子の方がちょっとそういうのに明るくなってくるかもしれないですよね。うん、可能性はあると思うね。そうやってお金を回していくみたいな文化をちょっと作らないといかんような気がするんだ。やっぱり応援 っていう形でやらないとやっぱクリエイターも育っていかないし継続できないっていうのはもう本当のとこですからねうん、うん、そう,そうだからそういう文化はやっぱり育てないといけないで今例えばなんだろう結局広告収入なんだよねツイッターもフェイスブックもツイッターもそうですね広告ですねうん YouTube もそう,そうだったんだよね基本がええー、え、うんまあ、そうじゃない部分も YouTube は出てきてるんだけど 結局、広告収入だから今、Facebook、Twitter 見たらさ、フォロワーじゃなくてさ、友達じゃなくてさ、広告ばっか出てくんだよ。<laughs> 広告増えましたね。うん、で、それは広告収入に頼ってる SNS はもう、そうならざるを得ないで、今だから Twitter も Facebook も必死になって、広告じゃない収益化を始めた。はい それはツイッターブルーであり、はい、えー、フェイスブックのなんだっけ、なんかあるよね、あれもスターをつけるとか、かえー、動画にスターをつけるとか、いろいろ始まった。で、ノートっていうのは広告収入なしなわけだよね、結局。だから、そこが僕は一番いいなと思ってて、広告収入に頼らない SNS っていうね。うんうんうん それはやっぱりあるポリシーを持ってやってるっていうのはよくわかるし、うんうん、ノートっていうネーミングもそうだし、メンバーシップっていうネーミングもそうだし、うん、あ実にこう、うね、なんだろう、考え方に共鳴するんだよね、うんうん、ノート自体。最初からそうですね、収益化の機能というのはつけてましたもんね、うんうん。そうそう。だから相当ね、これ、ノートさんは考え抜いて名前もつけて設計もしてる。 なるほど。うん。と思ってる。私は今、サブスタックっていうニュースレターのやつを、なんかの時ノートからそっちに移っちゃった感じはあるんですけど、うん、ただノート、日本人でいくと、そのサブスタック、やっぱりドル払いなんですよね。はいはい、わかる。もうそこだけで抵抗を持つ人が結構いるなっていうのいだろ日本じゃ広がんないだろうね、しばらく まあ、それでノートはね日本のサービスなんで、まあ、その点もいいところかなと思いますけどね、うん、いわゆるかつてのミクシーだああ<ー><の>そうですねうん <laughs> だからやっぱりノートはまだまだいう気がするただちょっと厄介なのは今ノートは結局ノートの中で収益化を売りにして、うん 収益に成功している人とそれにつられて収益ができない人<ー>という一軍と、えーはい、だとにかくもうみんなでわさわさとフォローし合いながらやってる連中と<ー>、うん、これはちょっと見,見るに耐えないと僕は思ってるんだけども見るに耐えないっていうのは、うん、そのやり取りというかあいややってることは間違ってなくて、はい 上手にそのノートの使い方とかね、ノート攻略法とかね、だから収益上げてる人は上げてるわけ、それはでも一部の成功者であって、あとは結局そこに吸い取られて自分は収益化できない人だって、だからいずれ去っていく可能性がある、そんなイメージがあるのね。そのなんの先行きが見えてるところがちょっと見るに足えないみたいな感じですか。 それいつまで続くんだろうなと思って見てもら、うん、でもう一個は、えーあ、だから本来の SNS、いわゆるミクシー疲れと一緒だ、それをが起きてるっていうのが一個あって、それはちょっとあんまりよくないなと思ってるんで、そのこともちょっと書いたりしてるんだけども、そうなんでですねでそれともう一個最近出てきたのが、もっと手っ取り早い収益化で。はい 思ったよりたくさんあったんで全然ちょこちょこしか見れてないですけどちょっとさかのぼっていきます、うん、一応100本以上書いて、まあ、最近ちょっとまた政治のことも書かれてちょっとそれはそれで面白いんですけど政治の話はねちょっとねやっぱりやっぱ復活させなきゃと思ってそうですね <laughs> これはこれでね今定期購読も作ろうと思ってあなるほどそれで書き始めたの今日も1本書いたけどはい <laughs> それはそれはちょっと拝見しました <laughs> <laughs> でノートワードが一番いいのは、やっぱり SNS っぽく使えるっていう、ね、そうじゃない使い方してる人もいるけど、うん、やっぱ本来のコミュニケーションを取るための SNS として、やっぱり使えるなとうん、うん。そうですね、その辺の機能あ、いろんな使い方できますよね、けど。うん、いろんな使い方できる、これは。やっぱ一番いいのは広告収入に頼らないっていうのが一番いいかな。 であとはやっぱり少ない人たちとも一緒にこう存続可能な形でやるいうん、うん、要するにフォロワー増やしが目的化しなくてもやっていけるという広告ベースでフォロワー増やしに行くとやっぱり内容も変わってきちゃいますもんねだから本来の、ね、SNS じゃなくなってくんのよ、うん、結局コミュニケーションするために始めたんだけどもそこで収益 いうことも含めて考え始めると、うん、どうしても広告ベースだとそこにね、うん、引きずられていく。まあ本来コミュニケーション取れる人数って限られてますもんね。そう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 。二千 <laughs> 人三千人とコミュニケーション取れるわけ、ね、取れるわけないですよね。<laughs> うん。<laughs> 確かに。あ,あのまあ僕たまたま Facebook とか Twitter はね二千三千とかいるんだけども、はい、これはまたまたまそういうことで広がっちゃったんだけど。うんうんうん まあ最近ちょっとずつ減っててるのは、それでいいと思ってやってるんだけど、それは僕の方針が変わってるわけだからね、むしろ付き合ってくれてる方が申し訳ないなと思って、それはそれとして、結局、例えば Facebook では3000人ぐらい友達いるわけでしょう。そうすって、よく誕生日おめでとうやってるけど、やると毎日10人ずつ誕生日おめでとうやってででね <laughs> <laughs> だから誕生日おめでとうもうできないっていうねはい私もあれがなんか大変なことになってからちょっとフェイスブック離れた感じあります、うん、ああなるほどね一人に答えたらだもうみんなに答えいや無理だな <laughs> 毎日10人さおめでとうやらなきゃいけないでしょそれはもうさすがにみんなやってないけどさ <laughs> いやそうですよねあれは不毛だなと思ってそうなの昔年賀状メールとか流行ったのとでった もうそれはまあ僕もだめなんだそういうのゃミクシーもそうだったんだよ。もう明けおめがもうしょ午前0時きっかりバーンと来るわけで100、200と。勘弁 <laughs>、はいまあ、してくれっていう話になっちゃう、ね。ミクシーがそれを促す感じがまたあったのがちょっと、ね。あったあったで。それでみんな疲れてやめちゃった。そうですよね、疲れますよね <laughs>、うん。だからそれはね、疲れるからやっちゃだめっていう。うん で、ノートでそれと同じのがフォ,ローフォローバック、フォローバー100ってあるんでね。ありますね、確かに。うん、とにかく好きをつける、フォローバック、うん、フォローバー100をやる、それから毎日投稿する。うん、なんかバッチリとかもきますね。そ,でそれはね、違うだろうっていう <laughs>、うん。ミクシー疲れを知らない世代っていう <laughs>。確かに知らないでしょうね。そそ <laughs>、うん、そうそうそう あやなるほど。<laughs> でノートの中にやっぱりそう思ってる人もいるからそういう人は共,共感してくれるわけだよね。それはそれでだからいずれそういうのはあの続かなくなるんで日登校なんて2年3年続くわけないし10年続ける気あんのかっていうねだから早々にやめたもん フォローバックもやめたほうがいい。うん、3000人ずつフォローしてさ、読めるわけねえだろう。<laughs> そうですね、読めないですね、とりあえず。うん、で、みんな毎日投稿してたら、1日3000人分読まなきゃいけない。<laughs> <laughs> 読めるわけないだろうっていう。だから、コミュニティ規模間違ってんの。人間はせいぜい100人、200人、せいぜい多くて300人が限界なんだわ。まあいいや。<laughs> 確かに。 <laughs> そうそうだから音声配信とかノートとかってそういうねうん、うん、せいぜい2三百3 0 0人ぐらいの規模でコミュニティ作っていけばいいんじゃないかなそれで成り立つ設計じゃなきゃダメなんでしょうね本当は、ね、僕もそう思うんだよねだからまあそういうことで今はノートと音声配信ツイッター、フェイスブックが拡散用 っってやってやるんですねってやってる。インスタもそうだな、基本は。だから、ね、佐藤さんはどう深掘りしていくかわかんないけど、まあ、音声配信できたわけだから、そこにそれをどう。そうですね。かだから、まあ、ただの趣味でずっとやってたんで、うん、もう釣りみたいなもので、うんうん、別にそこで魚で儲けようとは思ってなく。うん やることが楽しんでずっとやってたんですけどなんかようやく動き出してくるとああんかやった方がいいのかなとは思いながらもあなるほどまあもうそれが一つのなんだろうやっぱりなんていうまあにまあ喜びなんでしょうねあけど変な話 <laughs>、うん、私その前いたと転職したじゃないですか はいはいはい。あれ、ポッドキャストがきっかけで転職したんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。で、それで年収上がったんで、あそこで私のマネタイズは終わってるんで <laughs> あ。あそうなんだ。そうなんですよ。なんかその辺でもあって、そんな無理に考えてなかったんですよ。ああ、なるほどね。まあ、それはそれでいいよね。うん、それが、だから、仕事になれば。そうなんですよ、ね。<laughs> ね、なんで、今もう、ポッドキャストのプロデュースしてる会社に、一応契約してて、うん ああ、なるほど。まあ、アドバイス送ったりするだけでいくらかもらったりもしてるああ、なるほどあ。それはいいよね。それはそれでありだよね。だから、結局。う,で、ね、うん。なんか、のあんまりここでちまちま儲けてもしょうがないなと思って。わかるわかる。かるうん。は実によくわかる話で。えー、あの、結局、だから、そのポッドキャストの技術とかノウハウを別の形でこう、収益化そう,んうん、うん、いうことでしょで、ね、ええー。で、それは、 僕の場合で言うとノートだけでとかいうよりもそこでやってることと絡めて別のうん、うん、例えば民泊もそうなんだけどつまりそこにいろいろ変えていくことで民泊、うん、にもつながっていくっていう。うん、ボイシーはだけどなんか。 配信してる人の話を聞くと結局やっぱりタレントを目立つようにしちゃうので、はい、ボイシーがわかる埋もれちゃう埋もれちゃうっていう問題は結構あるみたいですね,、うん、そ,ねそこをどう自分で PR もしつつ突破するかな感じはありますねあれってだからボイシーの中だけだとなかなか突破しにくいのかなと思いますうんうん なん,で他なんでスタンド F、M、で併用して、まあ今日はボイシーの日ですみたいなことでや、両方やってる人もいます。<ー>だからさ,さっきの無料の部分はどっかでやって、有料<ー>の部分をボイシーでとか、なんかそんな使い方をしてる人もいますね。あなるほどね。えうん、無料、無料ボイシーで、ね、確か、いや、無料、うん、スタンド F も無料でやってたかな。あ、スタンド F も無料にして、うん、でそこ入り口にしてボイシー持ってくる、ね。ボイシーの方に。えーあ それはありだろうね。なんで、より学びたい方はっていう形でやっていく感じですかね。なるほどね。それはありだね、やっぱりね。うんうん、僕もちょっと思ったのは、やっぱりスタンド FM で実は無料配信を、ノートとか、ツイッタースペースとか切り離して、やった方がいいのかなっていうのは思ってた。じゃないとスタンド FM のリスナーは絶対増えないでしょう。なかなか増えないですね、たぶん。ね。ね ただ、スタンド FM は無料配信すればまだ広がる可能性はあるような気もするんで。よねうん,う,んうん。わかんないけど。そうですね。まあ、あと、スタンド FM でライブしないといけないのかなってちょっと思ったりはしますけど、ね。はいはいはい。スタンド FM はむしろライブ向きなんじゃないかなライブが目立つようにちょっと設計されてるような気もするので、ね。だから、まめにライブをやって、スタンド FM。そうですね。そこで新規のリスナーを獲得しながら、うん、 定期配信ししてる人も、うん、いる人い気がします多分スタンド FM の使い方としてはそっちが正しいような。なんかそんな感じはします。気がする。ただ、スタンド FM の面白いところは、あの、有料配信でも一応聞きに来る人はいる。気になって聞くんだろうね。はいはいはい。うん、だから、ありだと思うんだよな、ね。うんうんうん まあやっぱりそうだねライブ配信するんだったらスタンド F なんだろうなツイッタースペースもいいはいいんですけど、うん、残らないのかなこっちもそう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 結局だからあのダウンロードを申請して1日間待って、えー、データを受け取ってあそういうふうなんですね、うんえー 僕はなんでツイッタースペースで最初始めたかというと、ええ、やっぱスタンド FM はまあまあ馴染みがないので、かと思うと、ええええ、ツイッタースペースだったら一応拡散しやすいので、まあ。拡散はしやすいと思います。はいうん、でただ、もう一個アカウント別に作ったのは、あそうですね2つありましたよ、ねうん、あのメインの自分のアカウントでやると、それこそ3000人ぐらいのところに、はい。 こうやってスペースのあれが出るじゃない。えー、それも鬱陶しいだろうっていうのと、あそうなんですね。うん、あの出る方がね。出る方がですよね。興味ある人はこっちに聞きに来てくれっていう。あ<ー>で実際には面白いのは、あのリアルタイムでやっぱりみんな来ない。録音音源残しとくと、ちょこちょこ聴いてる人はいるってう感じなので。 まあこれはもうそこまでいったら別にツイッタースペースでなくても、と告知さえすればスタンド FM がスペースでも。ですね。アカウント付き分けてやってる今の方だったらそんなに変わらないかもしれないですね。そうそうそう。変わんないだろうなっていう気は、うん、する。確かに。まあ、まあ、いいや、いろいろやってみよう <laughs> <laughs> あとはどうですかそんなとこですか今日は。そんなとこですかね。結構食べたんです久々に。はい。<laughs> じゃあこんなところで。はい。<っ>ありがとうございました。しでは失礼します。はい。ありがとうございました。はい。どうも。 ということで、高橋はじめさんとの、えー、ツイッタースペースの中での会話からの抜粋でした。はい、いかがでしたでしょうか。えー、けどこれ、ね、高橋さんの魅力がわかるかないや、ほんとね、すごいね、切れる方で頭がいい方で、えー、すごくユニークな方なんです。<laughs> <laughs> な、なかなかね、難しいんですけども。で、ノートの方結構記事を書かれているということで、私まだ全然 <laughs> 読めてないんですけど <laughs>、少しずつ読んでいこうかなというところと、また最近ね、政治学、まあ専門の政治学なんでね、政治の話も、まあ本ご本人ちょっと離れてたということも言ってましたけども、そのあたりの記事も書いてたりしてますし、<laughs> SNS とかはね、やっぱり昔から興味があったみたいで、その辺のね、記事とかも結構書いているので、 まあそれを見ながらですね、えー、ちょっとまたね <laughs> 次お話できたらいいなと思いますが、えー、ここで一曲曲を流したいと思います曲、えー、はですねアメリカのアーティストタブというアーティストですがタブで酒「酒ボムフューチャーリングジェイド r リ a t t y a r Crashing, call it a charade. Pay the tax, copy slack, let me crash. Give me stacks, give me something I can dive in. Take the loss, take a fast, blow it off, burn it back. Give me something I can hide in. Just getting strong. はい、えータブで酒ボブというな曲でした。酒爆弾ですね。<laughs> で、アートワークが、えっ、ー、と、お酒みたいなボトルが乗ってるので、あの酒、日本酒の酒かなどうなのかなはい、ということで、えー、高橋さんとの、えー、話をね、ちょっと流しましたが、で、えー、ちょっと後半は、えツイッター、Twitter、との思い出をちょっと とね、振り返りたい。自分の中でのツイッターを振り返りたいというふうに思っているんですけども、ツイッター、えー、皆さんやられていますかねやってる方の方が多いかと思いますが、まあこれね、ツイッターなんですけども、ただ、日本だけなんだよねこんなにメジャーなのは。まあメジャーって、まあアメリカの別にメジャー、マイナーではないと思うんだけど、えー、全然だけど他の SNS に比べたら影響力は弱いんですよね。日本は、 まあだから、LINE とかを入れちゃうとダメだけど、LINE は強いけど、LINE はまあメッセージアプリだとは思うので、まあ LINE を SNS としないとすると、日本で一番の SNS は Twitter だと思います。はい。で、ただ、アメリカでは全然一番じゃないですし、アメリカ以外でも全然そんなことなくて、日本ぐらいなんですよね、1位になるのは。ね。これ、ね、あの、ね、まあもともとアメリカで、フ、えー、Facebook が 出てきて、その後にツイッターが出てきてるんですね。うんで、ただ日本にな、日本に入ってくるのも、Facebook の方が先だったかなーっていう感じはあるんだけど、あの、日本語対応、ね、日本語訳、メニュー周りとかがね、されたのがツイッターの方が早かったんですよ。だから日本ではツイッターの方が先だっていう認識がね、多分ね、 あるんじゃないかなと思います。本来はツイッターの方が後なんですけども、日本語対応が早かった、その一点だと思ってはいるんですけども、日本では Facebook とかよりもツイッターの方が先に流行ったし、えー、Facebook よりツイッターの方が流行、まあユーザーが多くなったっていう感じがありますね。で、えっ、ー、と、月間のアクティブユーザー、つまり月に1回使いますよっていうアクティブユーザー数が、 SNS ごとでね、えー。日本国内ではツイッターが4500万で1位。ツイッターが4500万。で、Instagram が3300万。Facebook が2600万と。もう Facebook よりも Instagram の方がもう日本国内では上ですね。多くなっちゃってますね。Facebook2600 でインスタが3300。で、さらに上のツイッターが4500と。 ちなみに TikTok は1700万みたいな感じです。日本での順位は。まあ大体そんな感覚ないですかね。で、Facebook はもうおじさんのツールみたいな <laughs> 感じもあるでしょ若い子はもうインスタ使ってるし、ただ TikTok もね、若い子使ってるってまだブックのは多いみたいな感じですけども、まあそれを超えて Twitter が4500万という圧倒的な、えーね、存在感。 えー、イーロンマスクも買収したら日本人が多くてびっくりしたみたいな感じでね。<laughs> いますけども。ただね、これね、Facebook とかって、ほんと、実名性ですし、基本一人一アカウントですが、Twitter はね、あの、複数アカウントを持っているので、だからアカウント数はもとは別だと思います。これは今、まあ、アクティブユーザー。まあ、だけど複数アカウント切り替えてはいるので、それ含めて4500万なんでね。 実際のユーザー数何人っていうのだともうちょっと減るんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ただインスタもそんなとこあります。ただ Facebook はだから本当に一人一個に近いんじゃないかなと思うんですけど。で、一方世界のアクティブユーザー数ですね。この月間のね、マンスリーのアクティブユーザーなんですけども。 ツイッターよりも圧倒的に Facebook が上です。Facebook がもうオワコンだというような、ね、認識あるかもしれませんが、ツイッターが全世界で3億3000万ぐらいなんですよ。3億3000ね。はい。で、Instagram10 億。TikTok10 億なんですよ、世界ではね。3倍ですね、ツイッターの。ツイッターの3倍がインスタと TikTok です。 はい。で、Facebook。えー、29億9千万ってある。まあ、30億ぐらい。だから、Twitter の10倍なんですよ。ね。インスタの3倍。Twitter の10倍が Facebook で、全然 Facebook の存在感はすごくあるんですね。世界では。全然終わってないんですよ。まだまだ圧倒的に強い。で、えー、その中でもまあ、若者層は、えー、インスタで、 インスタと、えワッツアップですっけそこで撮っていこうとしているというとこなんですね。うーん、そんな感じなんで、あの、ツイッターね、結構ね、やばいんじゃないかなと思っているのは、まあイーロンマスクがね、えー、買収してから、ちょっと、これはね、ちょっと前のデータなんで、今、もうちょっと減ってる、 だろうなとは思います。で、広告主も離れていってると。いや、全然離れてないよ、戻ってきてるよとは言ってますけどね、イーロンマスクはね。で、えー、いろんなところの支払いが遅れているという話も聞きます。えー、っと、アマゾンとかね。オラクルとかにもなったかなうん、なんか、支払いが遅れているというニュースを見ていまして、それは結構やばいんじゃないのと。な、下手したら、まあ、今のところはまだアマゾンは支払いを遅れているっていう形にしていると思うけど、 変な話。アマゾンが止めたら止まるからね。アマゾンがサーバー止めたら止まるからね。そんな中、メタ社。Facebook、Instagram を運営しているメタ社がですね。だから Facebook と Instagram 合わせたら40億のユーザー抱えてるからね。Twitter が 3, 3億3000なのに対して。そのメタ社がですね、えー、Twitter っぽい SNS を開始したと。まあ以前から、昨年からね、噂はされてました。作る。 まあ開発中だということはね。で、インスタグラムをベースにしているっていうか、インスタグラムをベースにするらしいぞっていう話も昨年から出てまして、インスタグラムの機能として追加するんじゃないかなとも思っていたんですが、全く独立したアプリでリリースされまして、スレッズですね。で、まあ、全く独立と言っても、 インスタグラムのアカウントがないとダメかな。だからインスタグラムと結構連携していると。インスタグラムのアカウントを持っているとスムーズに作ることができるというところで、で、4日間で1億ユーザーを超えたと。で、ユーザー数が10億になるまでは広告つけないみたいなことは言ってましたでね。しばらく広告がつかないと思いますけども、ただ10億ね、えー、インスタグラムが10億なんで、 インスタグラムと同じぐらいになれば広告がついてくるかなというところかなと思いますが、10億ってツイッターの3倍じゃんと思うけども、もう4日で1億いったんでね、あまりそんなに現実不可能な数でもないかもしれないみたいな感じですね。えー、正直あのツイッターのー数は超えると思います。うん。そのうちすぐ超えると思います。えー、で、1億いきましたが、 まあ、インスタグラムのアカウントを持っていたら、ほんと作るの簡単なんで、インスタグラムの今、10分の1ですよね。10分の1のユーザーがアカウントを作った状態。で、えー、まあ、だから、インスタグラムのね、えー、アカウントを持ってる人の3人に1人が、スレッズを始めれば、もうツイッター超えちゃうんで。<laughs> あの、もう、これはね、ツイッター超えると思います。ツイッターもダメだと思います。<laughs> で、えー、まあ、実は赤字を解消、一部解消してたんですけど、まあ、ただね、その赤字解消したのは実は日本、日本はね、結構広告が取れたりしてて、えー、日本は黒字だったりした時期がありました。はい。まあ、長いこと赤字ずっと続いてたんですけどね、えー。あの、トランプさんがね、使った頃、あの頃ユーザーが増えたりもしたんでね。うん。で、ただ、 まあそこでちょっと昨日、まあ人を雇ったりとかして、ちょっと、ね、あのー、せっかく黒字になったのにまた赤字になったりとかいうのもあったんですが、で、まあそういうのを見てね、あのー、イーロンマスクはいろいろ人を切ってね、首 <laughs> にして人員削減をしましたけども、まあやっぱり取りすぎてたところはあったと思いますで。無駄もあったと思います。まあただ必要以上に切ってる感じもありますし、えー、っと、イーロンマスクはもともとね、 もっとツイッターはパブリックにするべきだみたいな感じでね、インフラとして言ってた割にはとてもイーロン・マスクの私利私欲に <laughs> 振っていてパブリックじゃ全然なくなっているじゃねえかみたいなところはありますが、そんなところもあってちょっと終わりに向かっているかなと、まあ、だんだん寂しい部分はありますね。ツイッターのごちゃごちゃ感とか好きだったんで、 はい。ただ私も実は一回離れてるんですよ。一回 Facebook をメインにしたことがあります。ただ Facebook もだんだんつまんなくなってきたんで。えー、で、その頃にポッドキャストのペースが落ちていたのをちょっと再開する。再びポッドキャストちゃんとやろうと思った時に告知をするのであれば Twitter やった方がいいなというところでやりまして。で、ここで思ったんだけど、もともと Twitter をやってた初期の頃と、 えー、ポッドキャストの告知のために始めたツイッターとは多分私の中では別のサービスですね。うん。まあ、告知、ただ告知には使いつつも昔始めたツイッターと、やっぱりその思いがまだ残ってるので昔の使い方をしつつ告知に使っていたぐらいな感じでね。はい。じゃあ昔どういう風だったのかっていうのもね ちょっとね、思い起こすと、すごい懐かしい。えー、やっぱその頃のブ,ブログに書いてたりするんですけども、まあその頃ね、あの、から日本で、えー、多分12番目ぐらいじゃないかなとは思うんです。なんかそういうサイトがあってね、うん、何番目に始めたみたいなところが。で、海外に住んでいる日本人を入れるともうちょっと後なんですけども、日本に住んでる人で始めた割合として多分早す い,いはず始めたのがね、2006年の10月なんですよ。2006年の10月。あの、ツイッターのプロフィールに行くと書いてありますよね。えー、自分のプロフィールページに行くと、えー、2006年10月からツイッターを利用していますというふうに出てます。で、その頃はですね、日本語がちゃんと打ち込めない部分もありまして、えー、ハローっていうふうに書いてあれ、ハローワールドだったかな。 <laughs> 書いていたのが最初の投稿です。一回ね、NFT で自分の一番最初のツイートを NFT で売ったりしました。はい。で、自分が買おうかなと思って。<laughs> はい。あれ買ったんだっけかな俺買った気がするんだけどな。そう、ね、<laughs> あれどうしたかけ忘れちゃった。NFT ね。NFT の話題もなんか薄れちゃってますよね。<laughs> まあそ、それはいいとして。で、元々のツイッターとの出会い。 皆さんどういう風とか覚えてますね私はしっかり覚えているのは、えー、ポッドキャストのリスナーさんから、えー、聞きました。はい。こういう SNS があるんだよっていうとこで。で、招待制ではなかったんですけども、例えば、えー、招待制の、なんだっけ、Google がやってたやつ、OKID っていうやつね。あれ、招待制じゃないわ。あ、m i x i とか招待制だったじゃないですか。それを誘って、 くれた方方もあの方というようよな気がするなで、ミクシーとかも誘ってくれたり、結構リスナーさんからね、そうやって新しいサービスとか教えてもらったり、誘ってもらったり、招待してもらったりってことが多いんですけど、だから結構早めからね、できたりするんですけど、で、ツイッター別に招待制ではなかったんだけど、こういう新しい面白いサービスあるよっていうのをリスナーさんから聞きまして、で、やってみて、ああ、おい、確かに面白いと思って、やったりとかすることがあったんですよ。で、ツイッターもその一つで、 で教えててもらって日本語通らねえっていうのがあったんですけど最初はねえっ、ー、と今みたいな感じじゃなくてっていうかえー、んまだ iPhone ってあったっけ iPhone っていつえー、初代 iPhone が2007年だから iPhone 前だよね2006年だからそうだからスマホがない時だよ スマホがない時からツイッターしてるんだよ。<laughs> で、その頃のツイッターは何かって言ったら、あのインスタントメッセンジャーっていうのでね、使ってました。インスタントメッセンジャーわかりますかあのー、なんでしょうね。こう、パソコンの、えー、にピラって右下に出てきてですね、<laughs> 右下かどうかは人によるけど。 えー、その頃はですね、アディウムっていうアプリインスタントメッセンジャー使ってましてですね、Mac 用のアディウム、わかりますか半魚人のアイコンのね、アディウムってやつを使って、まあ、あの、インスタントメッセンジャー、いろん、まあ、スカイプにね、イメージしてもらえるとわかると思うけど、まあ、通話じゃなくて、スカイプでテキストできるじゃないですか。えー、知ってる人にね、メッセージを送ったり、送ってもらったり。で、そのインスタントメッセンジャーを使って、 インスタントメッセンジャーっていうのはね、あの、特定の人にメッセージを、ね、短文のメッセージを送ることができるじゃないですか。で、送ってもらうとかね。で、やりとり。まあ、メールほどの、メールよりも軽いチャットができるっていう感じですね。知ってる人だったらねで。で、そのインスタントメッセンジャーで使えるサービスだったんですよ、最初は。で、えっ、ー、と、タイムラインとかあって、確かコマンド打つと えーた、みんなの更新情報が読めるみたいな感じで、で、フォローした人だけの情報も見れるみたいな感じで、基本グローバルだったんじゃないかな。だから全世界のデータが流れてくるみたいな。で、日本語が通らないから <laughs>、みたいな感じで最初はね。で、結構ね、すぐね、日本語がとりあえず打てるようになったような気がする。で、ま、 ブラウザーでアクセスするか、インスタントメッセンジャーでアクセスするか、みたいな感じだったような気がします。で、最初の頃ですね、8人ぐらいフォローしてる日本人の人がいて、フォロワーも8人ぐらいとか、そんなんだったんじゃないかなと思うんだけど、その時に、面白えって思っちゃって、まあ、それまでそういう、だから SNS とかも、 なかったから、そのミクシーみたいなさ。まあ、だからフェイスブックとかもあったんだよ、そのね。日本ではフェイスブック k があなくて、ミクシーはあったんですよね。ミクシーとフェイスブックってスタートの年一緒だからね。だからツイッターにもミクシーの方が早かったりするんだよね、ちゃんとね。ちゃんと世界的に見てもね。えー、で、ミクシーの、いわゆる SNS。こうね。いろんな機能があっての SNS と違って、 単文でこうメッセージをやり取りする中で不特定多数の情報がどんどん流れてくる。まあその中でもフォローしている人は絞って、えー、知り合いだけ見ることもできるみたいな感じ。で、この混沌とした感じがすごく面白くて、で、その頃ですね、ちょうど仕事がですね、えー、まあ東京の会社に、さっき、まあね、最初の方言ってましたけども、ポッドキャストをきっかけに、えー、転職しまして、で、名古屋に、 えー、名古屋オフィスというのを作ってね、名古屋オフィスの代表をしてたんですよ。ただ、うんと、グループ会社の中に一室、一室じゃない、グループ会社の中に机を置かせていただいて、えー、グループ会社のその部屋の一室の隅っこの方でですね、仕事をしてました。はい。まあまあまあ、周りにはね、そのグループ会社の社員はいたんですけども、ただ、一人だったんですよ。<laughs> 代表と言っても一人だったんですよ。で、結構システム会社だったんで、結構厳しくて、あの、出社して部屋に入るときにね、あの、入り口のとこでね、携帯電話を預けなきゃいけなかったんですよ。携帯電話を預けて中に入る。だから、仕事中は携帯がない状態。で、パソコンでやってるんだけど、で、結構だからシステム会社でさ、もう周りが結構ね、静かなのよ。 <laughs> もうみんな真面目に働いてる。俺は自分別に真面目に働いてんだけど、ただどちらかというと Web 制作とかをしてたので、で、他の広告代理店とかとね、電話で話したりして、ちょっと異質だったのよ。自分がね。<laughs> ちょっとだからね、周りに人はいるんだけど孤独を感じてたの。<laughs> で、まあ自分の会社は、うん、名古屋代表はしてたけど、東京だから、 電話,してね、話すことあったりしてただ結構孤独なところにそのツイッターというのが登場してでこうすごく職場の中では孤独なんだけどここにインスタントメッセンジャーを立ち上げてわら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 っといろんな人の書き込みが出てくるのよでフォローしてる人とかも出てくるんだけどなんかみんなのもうくだらない書き込みだよねもう 今、腹減ったみたいなこととかのね。で、その、賑やかな感じが、すごく、心の支えになってたんですよ。なんかね、イメージとしては、その、なんだろう。学食大学の学食でさ、<laughs> いろんなところからいろんな話が聞こえるみたいな。学食や物質とかね。なんかそんなところで、えー、いるような雰囲気で、 でいろんな話が出てきて、気になる話があったら、何今の、何、それ俺知ってるみたいな話とか入り込んでいったりみたいな。で、知らない話はまあほかっといたり。<laughs> で、えー、その頃はね、だけどフォロワーを増やしましょうみたいな人も別にいなかったし、そこで宣伝をする人とかもそんないなかった。だからブログ書いたらそんなね、あのー、リンクを貼るぐらいはあったかもしれないけど、 宣伝ツールじゃなかったし、フォロー増やしましょうみたいなそんなツールでもなかったんで、まあ本当にみんなのコミュニケーションというか、えー、わらわらわらわっていうなんかそういうね、雑談な感じで、もうしょうもないことを話していて、で、興味があることにはなんか乗っかったり、<laughs> ね、あの、知ってるような知らないような人たちでも、えー、リプライしたりすることができて。だからそういうとこリツイートとかも全然ないときで、リツイートとかもね、だからその中で、 勝手に誰かの、ね、ツイートを引用するときに RT って打ち込んで、リツイートだよって分かるようにしてね、えー、拡散。拡散っていう認識もなかったな。これ面白いからみんなにシェアしようみたいなぐらい。で、その、えー、ただリツイートするんじゃなくて、一言付け加えてやるときには引用ツイートみたいな感じで QT って書いたりねして、それも手,手入力ですよ。 だから、後にね、あの、ちゃんとリツイートとか、機能でつきましたけども、だから、ハッシュタグとかもなかったし、なんもなかったね。ほんとテキストでインスタントメッセンジャーでやってる。まあ、だから、iPhone とか出てきてね、アプリとか出てきたらまだちょっと変わりましたけどね。うん。で、その、140文字だったのは、その、アメリカ、まあ、日本ではね、できたのかなやろうと思えばできたのかなガラケーで、だから、ツイッターができたんですよ。もともとガラケーでできる、 ために、ガラ、まあ、ガラの、ガラケーは日本のやつか。<laughs> まあまあ、携帯の SMS だね。ショートメッセージ。ショートメッセージの文字の制限が何文字か、何文字だっけ。200文字ぐらいあって、えー、だからユーザー名とかをいい抜いたらだいたい140文字ぐらいかなぐらいな。確かそんな感じで決め方で140文字っていう文字制限だったと思います。 ガラケーとかで使うことを想定したのがツイッターだったんですよね。まあその後、まあスマホが出てくるとちょっと変わってきましたね。で、機能としても増えていって、えー、リツイートとかもオフィシャルでできるようになって、で、まあファボもできるようになって、で、ハッシュタグとか、アットマークでと、アットマークは最初の頃からあったのかな、メンションはね。うん。まあそんなふうなツールになっていったんですね。 だから最初の頃のそのイメージ。もう全世界のいろんな人のまあしょうもない一言がどんどん流れてくる。で、えっ、ー、と、もともとがね、そのツイッターを作ったのがそういうサービスを作ろうと思って作られたもんじゃないんですよね。はい。あの、オデオっていうですね、えー、ポッドキャストの 会社、サービスがあったんですよ。オデオ。まあ、私の、これ聞いてる人は知ってるあ、もう昔のリスナーが聞いてるかわかんないけど。えー、ね、このシーズン1の、その頃当時はね、オデオっていうのが出てきたっていうことで、あの、紹介もしたんですけど、そう、ポッドキャストのイベントを Apple Store でやってましたけど、その時にもね、Twitter とか使ってたんですよ。えー、っとね、イベントやってる時に、えー、その頃はユーストリームで、 イベントの様子をライブ配信しながら、しながらやりとり、ツイッターでテキストでやり取りもしてっていう形でやってたんですね。で、その時にメッセージを募集とかいうので、オデオっていうサービスで音声メッセージを送れるので、募集とかもしてたんです。で、このオデオっていう会社が、エヴァン・ウィリアムスっていう人がね、まあ人を雇ったりして始めた会社で、そのエヴァン・ウィリアムスっていうのが、えっとね、 ブロガグっていうものを、えー、もともとはね、やっぱりシステムがわかる人がなんかインストールしてとかいうなんかめんどくさいことをしないとブログって作れなかったのを無料で誰でもアカウントを作ってブログが書けますよっていうブロガーっていうサービスを作ったんですね。そのおかげでブログっていうものが広まったきっかけになりました。後に Google に買収されましたが。で、Google 買収後、エヴァン・ウィリマスは、まあ、 ブロガーを辞めまして、で、立ち上げたサービスがオデオっていう会社でね。で、それがポッドキャストのサービスだったんですよ。で、そこで、えー、後のツイッターの共同創業者となりますね。え、ジャック・ドーシーとかビズ・ストーン、ノア・グラスとかが、えー、オデオの会社にいまして。で、えー、あんまあ、ある時ですね、そのポッドキャストの会社を作ったんだけど、えー、アップルが iTunes で 正式に、ポッドキャスト機能をつけてしまったと、いうことで、もうこれは叶わねえやって思ったらしいんです。もう、アップルにやられちゃったらもう無理だと。まあ、そういう意味じゃえー、ポッドキャストの父、ポッドファーザー、アダム・カリーが、まあ、ポッドキャストという仕組みを作ってですね、i p o d ターっていうソフトを作って、えー、その頃はだからね、えー、ポッドキャストは、 えー、後にはね、iTunes が、ポッドキャスト機能をつけて、まあ、ウェブ上にあるポッドキャストを収集して、ね、ポッドキャストの番組表みたいなやつを iTunes の中に作って、で、更新、そこの、その中でフォローしたら更新されるっていうふうにしたんだけど、その前はね、アグリゲーターっていうソフトがあってね、そこ、そのアグリゲーターっていうソフトがウェブ上のポッドキャストを集めて、iTunes に転送するっていう、 サービスでまあ、仕組みのねソフトだったんですよただ、iTunes がそのアグリゲーターの役目を持っちゃったら、このアグリゲーターのソフトを作ってた人はもう用がなくなるじゃないですか。<laughs> だから、アダム・カリーが i p o d ていうって使ってましたけど、で、えー、最初に作って、後に他の人がね、回収をしてってやってたんだけど、 まあそもそもアイポッターっていう名前がアイポッドの名前と似てるからって名前変えろって訴えられたりしたんですけどね。<laughs> それで、なんて名前に変えたんだったかなスクイーズだっけなんかに名前変えたんだよね。で、結局そういうアグリゲーター世の中、まあ他にもいっぱいあったんだけど、全部なくなりましたよね。で、まあポッドキャストの会社、オデオっていうのもね。まあこりゃアップにはかなわないと思って、 どううしようとで、その頃だからみんなのモチベーションも下がってさ、えー、で、みんな何してるか分かんない。みんなバラバラで働いて他のプロジェクトもやってたからね。その時に自分のステータスというのを、まあちょっと今何してるかっていうのを公開していくっていうために作ったのがツイッターだったんですよ。で、そのツイッターがまあ一般公開もしたら結構みんながそれで遊んでくれるっていうところがあって、オデオをやめてツイッター。 っていうのを立ち上げたと。ツイッター社を立ち上げたっていうのが、えー、この4人ですね。エヴァン・ウィリアムズとジャック・ドーシー・ビズストーン・ノア・グラスで立ち上げたんですね。後に、ゴタゴタがありまして、エヴァン・ウィリアムズが追い出されるみたいな感じになったのが、えー、なんか書籍にありましたね。<laughs> で、自分はそのブロガー時代からエヴァン・ウィリアムズを追いかけていたので、だからそのツイッターを紹介された時も、エヴァン・ウィリアムズがなんかこういうサービスを始めたんだよっていう風に聞いて、あ あのブロガーのエヴァン・ウィリアムスかみたいな感じで。じゃあ、ツイッターやってみようと思ってやり出したのが、実はなんですよ。だから、ツイッターからエヴァン・ウィリアムスが追い出された時に、一回ちょっと気持ちが離れてます。ちょこっとね。けど、まあ、使っていまして。で、その後ですね、ツイッターが、えー、やっぱ最初はね、あの、みんな、ユーザーがみんな使っていって、で、サードパーティーのは、いろんなソフトとかね、ツイッターを更新するためのソフト。 その、やっぱりインスタントメッセンジャーでやりにくかったし、ウェブブラウザーでも、えー、機能、まあ、オフィシャルではね、機能が足りないところをサードパーティーが補ったりとか、まあ、みんな結構遊んでいったイメージがあるんですね。それによって広まったっていうイメージがあるんだけど、一回ね、その、開発者を締め出すような、もう勝手にやるなみたいな、ちょっとそんな時があったんですよ。 そこでもちょっと気持ちが離れたりもしましたね。っていうと、それがいつぐらいだったのかなそれが一回離れた時かな ?Facebook に流れていった時かもしんないですね。まあ、それとともに Facebook の本を書くお仕事をもらったので、なんで Facebook メインにしていったところがあって、一回ね、Twitter はね、離れて、 どっかでなんか更新したら自動的に投稿するぐらいで使ってた感じでしたね。で、もちろんツイッターの中でなんかリプライをもらったら、まあ見に行ってみたいな感じ。ま <laughs> あ今もちょっとそんな感じに近くなってきてるんだけど。で、まあやってて、まあそのだからね、なんだろう、自分のフォローしている人を追いかけるためのツールというよりはもうわらわらわらっといろ出てくるのが面白かったところがあるんですね。で、今もツイッターって、 えー、そう、一回時系列じゃなくなったんだよね。うん、<laughs> それでマストドンとかに行ったところもあるんだけど、今マストドン、マストドンはだからさ、えー、時系列に並ぶし、広告は入ってこないし、みたいな感じでね、えー、まぁ、あ、ツイッターのみんなの反発したところあるんだけど、ただやっぱりね、まぁ、あ、今、ツイッターのメインっておすすめじゃないですか。まあ、広告も入ってくるけども、で、時系列じゃないけども、 えー、いろいろ出てくる。で、フォローしてない人も出てくるみたいな感じがね。で、フォローしてる人に絞り込むこともできるけど、けどメインはホームはね、あの、おすすめみたいな感じになると思うんですけども、まあ、あれはあれで、不特定多数の情報だからフォローしてない人の情報も出てくる。今流行ってるのが出てくる。だから結構だからね、今ね、ツイッターは、えっと、ニュースを見るため、だからトレンドとかもあるじゃないですか。 だね、なん,でなんか情報収集のツールで使っているところがあって、で行くと別にフォローしてない人の情報が出てきても自分は別に OK なんですね。なんでそういう形で使って、だからスレッズが始まりました。スレッズがタイムラインが、えー、フォローしてない人が出てくる。 というところで毛嫌いされてたり、で、時系列じゃないじゃないですか。まあ今の Facebook もそうだよね。時系列じゃないところがあって、Twitter のおすすめに近いと思うんだよ。で、広告は出てこないけど、広告と同じぐらいウッドシードが出てくるみたいなね、えー。いうところがあるんですけど、自分全然気になんなくて、全然ってことはないけど、まあ、うん、いらないなっていうのもあるけど、まあそういうやつはまあ、非表示にしたりもするんだけどね。けど、そこまで多くないです。非表示にしてるのは。えっ、ー、と、 なんだろう別に芸能人とか出てきても全然ウェルカムだし、逆にアーティストとかでもフォローしたいし、だから結構フォローしてるはず。うん。で、なんだろう水着の人たちが出てきても、まあ、別にあの流せばいいし、そんな非表示するほどでもなく、えー、いますね。で、ブロックとかも全然してないかなブロック、あ、一人してるかなとかそんな感じですけど、 で、いろいろ出てくるので、全然気になってなくて、で、みんなが、もうタイムラインが嫌だっていう人が結構多くて、そうなんだと思って。<laughs> で、えー、ただ自分は最初のツイッターの感覚というか体験がすごく良かった。自分の孤独を助けたという意味でね。で、自分の知らないものがポンと飛び込んでくるのが面白くて、 その最初の体験が、今スレッズの、だからフォローしてない人も含めてダーって出てくるのが、あのー、結構近い感じもある。ただ、なんだろう。一つ、なんかをクリックしたりすると、それに関連したものが出やすくなるっていうのがあるから、まあ、 昔の雑な作りとは全然違うんだけど、うん、逆にそこまで絞り込まれない方がいいんだけど、まあそれは自分でね、いろんな、うん、幅広く別にタップしていけばいいだけの話なんで、まあそれも気になってないんだけど、これだけどさ、逆にさ、若い人ほど気にならないんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。<laughs> あ、で自分の息子、息子、まあ自分の娘はね、二十歳の娘はね、 結構ツイッター廃人なので、まあ今でもツイッターが、ツイッターがなくなったら死んでしまうって言ってるんで、ちょっとツイッターメインだと思うんだけど、息子はね、やっぱツイッターがゴタゴタね、イーロンマスク後のツイッターゴタゴタしてるので、ね、ツイッターで一回プチバズりもした息子ですが、えー、ツイッター離れてます結構。はい。もう友達ともみんなインスタ使ってるって言ってたんだよ。で、インスタ使ってるって言ってたから、お えー、高校生の君たちは、スレッズはやるものなのかいっていうことを聞いてみたらですね。まあまあ、普通にやってると。で、ちなみに、その番号がインスタに出るけど、何桁だいって話を聞いて。<laughs> 8桁って言ってて。ああ、そうか、8桁だかと。ね、えー。お前の父親は4桁という気が狂った親父だけどごめんなっ、つって。<laughs> 4桁みたいな感じだったけどね。<laughs> <laughs> まあまあまあ、あれだよ。1億ユーザー。まあ8桁が普通だよと思ってね。<laughs> 10分の9のユーザーは8桁だからみたいな感じだよね。<laughs> で、まあそんな感じで、今のスレッズがね、結構自分の将棋は合ってる、うん。で、本当はブルースカイとか招待性のね、もう UI が、まあ画面のね、えー、使い勝手は好きなんだけど、 ちょっと人が少ないんで、そのわらわら感が少ない <laughs>。なので、ちょっとね、今、ブルースカイは、まあ今、招待制だけど、なんだろうな、えー、ちょっとスレッズとかぶる、自分の中でかぶるところがあって、使い勝手な部分でね。で、マストドンはね、この時系列っていうのがすごく助かっていて、あと、ツイッターであったツイログっていうツイッターのね、 えー、それを、ツイッターの投稿を日日ごとにまとめてくれるサービスがあったのね。で、マストドンのそれみたいなサービスがあってさ、えー、ノートストックっていうサイトなんだけど、ノートストックでマストドンを紐付けると、カレンダーがあって、1日ごとにマストドンへの投稿をまとめてくれるのよ。これがね、あのー、お気に入りです。 なので、マストドンは時系列で、だから、行動録とか記録的なのはマストドンも、まあ、これ今後も使っていきたいなと思ってまして。まあ、これまでツイッターでやってたんだけどね。ツイッターだから行動録みたいなこともしてたんだけど、で、ツイログに記録してもらってっていうんだったけど、まあ、ツイログ一回止まってね。うん、また再開してくれたけど、あのー、なんだっけ、まとめサイトトゥギャッターの会社がね、買い取って。 えー、継続ししてくれましたが、まあ、ただ今後もどうなるか分かんないからねうん。自分としてはちょっとマストドンはその行動記録的なもので使っていきたいなと。で、そのわらわらっていうのがやっぱないからマストドンは。やっぱフォローしてる人が出てこないから、そのセレンディピティっていうのは偶然の出会いみたいなのがない。なくはないんだけどね。フォローしてる人が誰かのね、リツイート、えー、マストドンはリツイートじゃないね。えー、リトゥート わ <laughs> かんないや <laughs>、えー。なんかしてくれれば出てくるけど、なまあ、ただ少ない。まあ、そういう意味じゃあ、えー、スレッズの方がちょっといろいろ出てくる。で、もう一つ、なんかね、やっぱインスタをベースにしてるので、うんと、ちょっと上品よね。ツイッターより。で、その多分上品さが嫌な人もいると思うんだけど、私はツイッターのちょっと攻撃的な ものとか、えー、下品なものとかがあんまり好きじゃないんで、そう、マストドンもね、いいんだけど、まあマストドンもね、ドット JP を使ってるんだけど、いわゆるドット JP サーバー使ってるんだけど、えっ、ー、と、ローカル、ローカルを選ぶとそのドット JP サーバーでガーって出てくるんだけど、まあ、ここがあんまりね、下品なんだよね <laughs>。 <laughs> うん、だからちょっとねなんかだからツイッターから映ってきた時にうんなんかこういうんじゃないんだよなーっていうのがあったんだよねで違うインスタンスも使っていてえっ、ー、とねただねその面白いマストドット忍者っていうのも使ってたのよ。 これがね、今日さっき見たらですね、サーバーエラーが出てんだよね。これ使えなくなったかな。新規受付はしてなかったのは知ってたんだけど、しばらくほとんど日本人がいないみたいな。ドット忍者だけどね、運営してるのが日本の方じゃなかったんだよ。で、日本じゃなくて、お一人サーバーに近い感じで使ってたこともあったけど、最近ちょっとまだユーザー増えて、まあね、新規ユーザー登録はしてないから、昔アカウント作った人が動いてたりはしたんだけど、動かなくなりまして。これはやっぱりね、 自分で管理してないとこういうことになるよねって思って。<laughs> で、行くと、メタ社ですよね。1億ユーザーだけど、落ちたりとかないからね。まあまあ、ツイッターなんて、まあ今もね、この間、なんか、ね、見れなくなったとかありましたけど、昔なんていっぱいクジラが飛んでたんで、しょっちゅうクジラが飛んでたよね。あの、テレビでね、ラピュタがやると落ちるとかね、ありましたからね。まあ、それに比べたら、 いや、メタ社、よくここまで安定するな。で、えー、ツイッター社がアマゾンへの支払いがどうのこうのってありますけども、えっ、ー、と、メタ社、フェイスブックはですね、自前でデータセンター持ってるんで、サーバー、サーバー群みたいな感じだね。で自分とこの管理だから、多分支払いもないんですよ。まあ、電気代とかがあるけどね。電気代も相当な額だとは思うんだけど、自分とこでデータセンター持ってるからね、そういう意味じゃ強い。 よねやっぱりこれを裁くっていうのが、まあ、そういう意味ですごく安心感があるでやっぱこの間のツイッターの、えー、その利用制限があって使えなくなったっていう時のまあ、退避先でまあ、ブルースカイとかもねあったんだけどちょっとやっぱり一時新規ユーザー停止したりとかねでマストともすごく重くなったりとかあったんで、まあ、そういう意味じゃねこの一 一気にユーザーが増えたスレッズが重くなるとかもあんまなかったから、いや、これはやっぱすごいなと単純に思いますね、うん。で、一気に1億まで来たので、ここでね、多分ね、落ちたりしてブレーキがかかると、やっぱり新規ユーザー登録も多分ブレーキがかかると思うんで、 ちょっとね、あの、ストップするとかあったらそこ全然止まることなくやってたからあ、あっという間に1億までいったと思うんだけど、まあ、これは単純にすごい <laughs>。で、マストドンのやっぱりね、えー、弱点は分散型だから、検索しても全部を検索できなかったりするんだよね。 けどスレッドは多分できるるよよよううになるような気がするんだよね、まあ、今,今はまだね、ハッシュタグとかね、検索もユーザーを検索するだけで、ね、投稿の検索とかないけど、まあ、多分検索は実装されると思います。で、なんかね、攻撃的なワードとか、あと政治的なやつとかはね、あのー、フィルターかけるようにもしていて、まあ、それがいいか悪いか、だから、えー、フィルタリングされることが嫌だとかいう人もいると思うんで、 うん、まあだからそういうのはね、その、こういう企業がやるやつじゃなくて、マストドンとか、ブルースカイとかそういうのでやるといいと思うよ。うん。まああれ、ああいうとかはもう、コントロールは利用者に委ねようっていう、利用者の、えー、意思でコントロールできるようにしようっていうね、えー、運営側の意思で変わることがないように、ユーザー側でそういう権利を持とうみたいなところがあるので、マストドンとかね。 まあそういう、あの、フィルタリングされたくないっていう人はそっちを使うといいと思うんだけど、うん、自分はそこをね、スレッズには期待してなくって、全然フィルターしてもらってよくってで、攻撃的なものを隠してもらって全然よくって、気持ちよく使いたい。うん。ツイッターが若干気持ちよく使えないので <laughs>、最近さ、だから、うん、タイムラインとかね、見てても、なんか、ツイッターの方が、うん、嫌だな、 広告とかもまあ広告もねまあものによっては別にいいんだけどけど嫌だなって思うツイートを目にすることがえー、増えたなというところはあるのでスレッズの方がいいなとそうそうであそうそうで仮説的になんだっけ若い子ほど抵抗がないかなと思ってるのはそのフォローしてないのがどんどん出てくるっていうのもさみんなのくど TikTok で慣れてないかなと思って。うん。だから別に不要なのが出てきたらスクロールすればいいじゃんって思うんだよ。私はね。で、それって TikTok に似てんじゃん。TikTok もね、あの、おすすめのところはさ、いろいろ出てくるから。だからこそバズる要素もできるわけで、その、自分のフォローしてるものしか出てこないやつだと、もうバズるつるにはならないから。うん。TikTok も、まあ、Twitter もそうだけど、そのおせっかいなおすすめが、 えー、自分のフォロー以外の今流行ってるもの、フォロワーが多いものとかそういうのが出てくるからこそバズるわけで、そういうのがないとバズることがないから、なんか大して盛り上がらないよね。で、それでいくとスレッズは、まあ、やっぱりフォロワーが多い方が出てきちゃうのねとかはあるかもしれないけど、それのおかげで、あの、バズる可能性は出てくる。プラス、あの、なんかね、猫のやつを タップしたら猫ばっかができるようになったことかもあったんだけど、それって youtube と一緒じゃんっていうのもありません,ね,んね。なんか youtube でなんか似たやつ。それに似たやつがいっぱい出てくるじゃない。だから、そういうのに今の若い子の方が慣れてるような気がしてて、tiktok とか youtube でうん。だから抵抗ないんじゃないかなと思ってて。なんかそうやって言う。人ほど年配の人なんですかね？ってちょっと思っちゃったりはするよね。うん。<laughs> で自分としてはまあそれ以上に、以前にその年配の人よりももっと <laughs> 古い子さんの子さんだからさ、ツイッターで行くと。<laughs> よう考えたらスマホが出る前からやってるユーザーだからさ。あのー、その頃はもうタイムラインって言ったら、フォローしている人かグローバルかしかなかったから、グローバルっていうのは全ツイッターユーザーね。全ツイッターユーザーが時系列で <laughs>、 流れてくるっていうさ、早すぎるよ、タイムラインがみたいな感じだけどさ、あれ懐かしいんだよな。まあ、それ、それがね、面白いと思っちゃったんだよね、当時は。だから、あの、フォロワー8人だったにもかかわらず、これはすげえつってブログ書いてたからね。<laughs> これは世界を変えるとは思ってなかった。そこまでは思ってなかった。こんなに流行ると思ったからなかったもん。 一部ののークな人間が楽しむたためのツールだと思ってたからねこんなにメジャーになるとは、だから本当は思ってなかったよね。よく落ちてたし。<laughs> いやー、まあだからもう限界ですよ。ツイッターね。ツイッターはだってずっと赤字だったもん。で、メタ社もどうなのけどやっぱ10億ぐらいいけばいいのか。大体 Facebook がそうだったもんね。あの、採算が取れないけど、もう。 とりあえず1億人集めて1人1ドル取れば儲かるでしょうみたいな感じのザ大雑把なのでスタートしてね。まあ本当にそれやってのけるところがありますけど、だから広告が出てくると思うけど、まあ広告出てきても別にそんなにね、あのまあスクロールすればいいだけだから別にいいかなと思ってはいるんですけど、ああそんな形で、ね、私結構順応してます。順応してるし、 えー、とてもなんか、あの、心地いいです。うん。で、ちょっとあの、ツイッターよりもインスタグラム的なお行儀の良さ、そして、表の顔、<laughs> 建前的なのが、えー、逆に、あの、変なストレスがなくていいですね。だからその、ツイッターとインスタの間ぐらいな感じですけど、 ちょうどいいです。最近の,の iPhone のさ、スクリーンタイム見たらさ、全然 Twitter よりもスレッズを開いてるみたいで、自分は。っていうか、めちゃくちゃ開いてるみたいで <laughs> あの。全然自分のフォロワー以外のも眺めてるからね。うん。あの、どうですね。うん、個人的にはスレッズにだいぶ気持ちがい、えー、ってます。まあ、ただ、これからね、 やっぱりまだハッシュタグがないとちょっと使いづらいなと。やっぱ告知ツールとしてもやっぱり使っていきたい部分もあるので、もうポッドキャスト更新したら流したりとかね、していきたいんで、えー、まあハッシュタグが欲しいかな。うん。まあそういう意味じゃ、あの、サブスタックも、ツイッターみたいな機能を作ってね、最近ね。サブスタックノーツっていうのがあるんだけど、あれもハッシュタグなくてさ、あっちもハッシュタグ欲しいんだけどね。うん。ちょっとハッシュタグが欲しいかなっていうのはありますね。 まあ,あと、今、スマホでしか、スマホのアプリでしかね、スレッズ更新できないんですけど、基本ね、あの、スマホよりパソコン、Mac で使いたいんだよね。だから今、Twitter も、それこそマストド o も、ブルースカイも、Mac から更新する方が多くて、うん、だからブラウザ版が出てほしいかな。 っていうのと、あと複数アカウント切り替え。これもまあ予定はされてるみたいだけど、複数アカウント切り替えがいちいちログアウトしなくてもいいようにしてほしいね。まあ多分その辺はね、ハッシュタグも含めて、まあインスタでできてるんで、多分やってくれるとは思うんだけど、うん、でもその、まあ、今欲しいのはウェブブラウザ版と、えっ、ー、と、アカウントの切り替え、えー、ハッシュタグと検索化。 それぐらいがあると、えー、いいなと。そこまでの、えー、機能追加がどれぐらいスピードでできるかなって。まあだけどこんだけユーザー数があるからそう簡単にポンポンとはいかないと思うんだけど、まあ、それ次第で、あの、だいぶツイッターがやられるんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。まあそれこそあの、リッスンっていうね、えー、ポッドキャストの文字の書き起こしも あの、やっぱりこの機能回収というか、機能追加がすっごいスピードなんで、やっぱそういうサービスが面白いよね。うん。だからスレッズもね、どん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 アップデートされるのが、スピードが速ければ早いほど、私はね、面白いと思っているので、まあそうなってくれないかな、というふうに思っていますが、皆さんいかがでしょうか。えー、もう一曲曲を流したいと思います。えー、トルコのアーティストですね。イギット・アキラでグレイスフル。 でででグレイスフルという曲ですそう曲すすそもともとちょっと疑問だった。なんで Twitter やってるんだっけっていうところなんですけども、あれですよ、やっぱりね、最初の体験、原体験がね、だから、コミュニケーションを取りたいっていうわけじゃないんだよね。俺は、<laughs> 多分。まあ、SNS、まあ、コミュニケーションツールとはいえ、コミュニケーションを取りたいっていうわけじゃなくって、 えー、なんだろうな。こう、ちょっと孤独になりがちなので、こう作業をしているとね、パソコンとかで作業をしていると、その、わらわらわらっていう出てくる、このみんながいろんな人が、いろんな雑多な人たちがいて、その動きが見えるのが楽しくて、で、 じゃあ自分が何書くと、別だから、ここで宣伝したいっていうよりは、まあ何、今は自分が何してる。やっぱりね、自分のステータスをね、あの、公開するっていう最初の使い方がやっぱり自分の中で残ってだから、ね、一言だけ書くってことが結構多いのは、まあ今何してるっていうのを、まあ公開する。まあそれによってね、えっ、ー、と、なんだろう。 こ個1個の投稿に反応が欲しいとかは別になくって、なんたくこう自分のステータスを共有していく中で、なんかのきっかけで誰かとコミュニケーションが発生するとかいうね。で、毎回毎回のだから、そのツイートに対して、たくさんの人が見てほしいとか、いいねが欲しいとか、だからそこまでなくって、まあなんかいろいろ書いていく中で、まあ常にこうなんかこうね、 えー、アクティブな感じの中で、えー、なんかのっかけでやり取りをして、そこで話が盛り上がるっていうのがすごく面白くて、えー、だからもう本当に、大学の頃の学食とか部室にいる感じで、部室に、部室で学食だな、ちょっと知らない人もいるなって、なんかあっちでウェーイって言ってる、えー、なんかうるさい人たちがいるなとかさ、<laughs> なんかこっちの方で、なんか、えー、 なんだろうねなんか勧誘しているなみたいなね <laughs> ビジネスの勧誘してるなみたいなのがないろんな人がいるけども自分の気になったあ知り合いがいたあなんかそんな話してるつって久しぶりみたいな感じとかねなんかそういう人がいっぱいガラ,ガラガラガラっているところのイメージなのでその中で全員とコミュニケーションなんか別に取りたくないし別に取る必要もないしで知ってる人も えー、今気分じゃないなと思ったら別に話しかけなくてもいいし、みたいな。で、ああ、なんか、久々、みたいなね、気楽に話しかける感じとか、なんかもうね、大学の学食なんだよな、俺にとって SNS っていうか Twitter は。けど、その大学の学食が、やたらとビジネスの話をする人が増え出したりとか、うん、みんな友達になろうぜって言ってるやつが増え出したりとか、私を見て、みたいな人がね、 ちょっと割合として多くって、ちょっと学食っぽくなくなってるっていうところに <laughs>、スレッズも若干そういう人がいるんだけど、その人たちを非表示にしていくと、まあまあまあいい感じで、まあオフィシャル、芸能人とかもいっぱい出てくると、まあそれは単純に情報を見たいところもあるんで、うん。で、情報収集としてもやっぱりね、うん、なんかそう,う学食とか行くとさ、なんか、あれなんかこんな話があるんだっていうね。 新しい情報が入ってきたりとかもあるじゃないですか。まあそんなイメージですよ。なので、なじゃあ何、んで書き込むかっていうと、まあ自分がここにいるよっていう存在を <laughs> 書いているだけで、別にそれを全部に反応してほしい。ね、もちろん反応してもらったら嬉しいけど、全部に反応してほしいかっていうとそうでもないからね。で、で、ツイッターとかはツイログとかで、 行動記録とかもだから行動記録を書くっていう意味でもちょいちょい今何してるかっていうのを書いてたんだけどまあ若干それはマストにになってもらおうかなっていうふうにも思っていてもうだからねそんなにコミュニケーションを頻繁に取りたいというよりはなんとなくこう今何しているかを書いていく中でたまーにコミュニケーションが取れればいいっていう結構ゆる つながるためのツールだったなぁと思って、ゆるくつながるためのツールとして使えればいいなぁと思って、まあ、今そういう使い方をしていたと思う。うん。で、結構スレッズもそういう使い方ができるなぁと思っていて、えー、逆に招待性のブルースカイとかはなんかゆるくなんだけど人も少ないし、一個一個の投稿がなんか、うん、だから、 くだらないことをいっぱい書くと、なんかそれでガーって埋まっちゃうから、なんかね、投稿が少なすぎるなーと思って、もっとわらわらわらっと混沌とした感じの方が良くて、そういうところの方が発言しやすいから、なんかそういうツールにが自分の中で望んでる、こういう短いショートメッセージのコミュニケーションだなぁというふうに思ってますね。うん、で、ちゃんとした記事とかは、それこそサブスタックみたいなニュースレターに書けばいいし、ブログとかに書けばいいかなと思ってるので、 ここであんまりね、えっ、ー、と、なんだろう。フォロワー増やすためにはこういうとこをしたらいい。もう見る人にとって有益な情報とかなんかそういう、そういうのはあんまり望んじゃいないです。<laughs> ここで有益な情報って、まあ別にそれはブログとかそういう記事とかを見ればいいかなと思ってるので <laughs>。そんな感じです。はい。だから多分こういうのって SNS に 多分最初どういう風に入ったか、最初どういう風に出会ってきたかによって、多分付き合い方違うんだろうね。で、こういう新しい SNS に対する感じ方とかも、多分自分の原体験とかによるんだろうね。うん。最初のツイッターなんてね、日本語も通らなかったし、インスタントメッセンジャーでもう全世界のが流れ込んでくるからもう意味はわかんないし、 その意味の分かんないのが面白かったんだよな、うん。混沌が面白かったからね。はい、というふうな形で。まあ、どっちにしても、この、それでも、さばける、落ちずにさばけるスレッツそっちに期待しています。えー、機能回収、改善、追加、期待しております。<music> はい。ということで、今日はですね、ツイッター、まあ、SNS、スレッドですね、の話をしました。いかがでしたでしょうかまた、ご意見、ご感想などはですね、えリンクツリーの、ね、リンク、リンクツリーへのリンクが概要欄、んプロフィールページにあると思います。うん。概要欄にもあると思います。えー、そちらからメッセージを送れるようになってますので、そっちらへ送りください。 でえー、まあまあまだツイッター見ると思いますので、うん、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナさんひらがなで、えー、投稿ください。えー、スレッズはハッシュタグが使えないのでダメですね。うん、まあ、えー、インスタ、インスタ <laughs> インスタで感想とか、まあハッシュタグで感想とかもらったことないけど。まああとは DM ください。DM でいただければ、あとメールフォームもね、サイトの方には置いております。 あと、マイカーポプブティのサイトにはさ、音声コメントも実は送れるので、そっちでもい,いいですし、音声コメントを送る。音声コメントなんかね、あ,あれば、流します。えー、アンカーは昔そういう音声コメント集めたりしてたね。な、何、あなたに、あ流してほしい曲とかもなんか,なんか募集した気がするね。夏といえばとか、なんかその募集もしたりしたね。 なんかテーマを作って募集してもいいんだけど、だけど音声コメント送りにくいか。送りにくいかもしれないね。まあメールなりください。ね。で、ツイッターとか、まあツイッター、最初の SNS って何ですかうん。じまあ、自分はミクシーだろうな。ミクシーが一番最初だとは思うけど、だからミクシーとフェイスブック、フェイスブックとツイッターはまた別物だしね。うん。似てる部分はもちろんあるんだけど、 だからにね、機能が違うから求めるものも違うよね。ツイッターみたいなのに出会ったのってどんな時期ですか始めた時期とか始めたきっかけとかよろしければ教えてほしいな。うんまあ、自分は本当にリスナーさんからエヴァン・ウィリアムスが新しいサービスで始めたんだよっていうのを聞いて <laughs> どんなんだろうと思ったらインスタントメッセンジャーで使える。 えー、全世界の情報が流れてくるツールだったっていうところがツイッターの始めなんですが、こんな人多分いないじゃん。みんなのツイッターの始め何ですかって聞きたいねうん。よろしければ、えー、送っていただくか、ご自身のポッドキャストで話して URL というか教えてください。と <laughs> いうことで、えー、ポトフでした。